きます。じゃあ始めます。はい、お願いします。おい、あ、音声入ってなかった。みんなごめん。もうみんなごめん。またかよ。じゃあもう一回、もう一回仕切り直してね。仕事してくれよ。はい、どうも皆さんこんばんは。3月24日火曜日、本日は貴重な相模原店から生放送です。いいね、相模原、よろしくお願いします。ごめんなさい、本当ね。もうボンミスですよ、本当。ごめんなさい、音がないとすいません、本当にね。はい、本日はね。新大の、ウルトラマン、ウルトラバトル列伝、はい、こちらのマックス基地ね、新装開店で、はい、相模原って何台導入されたんでしょうか。まあ、4円パチンコ20台と、はい、1円に2台です、ね、はい、お、1円パチンコにも入ってますよ、入ってますんでね、はいはい、こちらは今日は、当たるまでねやりますんで、皆さんよろしくお願いします。当たるまで、当たるでしょ、当たるやろ、まあ、まあ、多分当たると思うんで、うん、まあ、当たるまでね、やりたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、そしてですね、今日はですね、酒場からですね、そうですね、はい、ちょっと新人が、はい、研修に来てますんで、はい、初めて見る方もいらっしゃると思いますので、はい、ちょっと自己紹介の方をしていただいてもよろしいですか。日本海球です。よろしくお願いします。はい、日本海球さんです。よろしくお願いします。はい、いやいやいや、どうですか、初めての気候なは。いや、嬉しいですね。ずっと待ち焦がれてたんで。待ち焦がれてた気候な放送ということで、はいはい、嬉しいと。いや、嬉しいです。ということで、はい、今日はね、気候なファンっすか。気候な、もともと気候なの、気候なチャンネルを見てた、そうです、視聴者さんなんですよ。ああ、そうなんですか。はい、それで、まあ、酒パワーの方に入って、はい、それで今に至るという感じなんでね。はい、いやー、もう酒パワー入ってしまった。はい、やめてください、ここの辺でね。はい、初見です。あ、エロい店長がいる、こんばんは。いないから。きよし、こんばんは。こんばんは。エロいいね、相模原。違うか、後ろに大福職人がいます。今ね、清掃の方が、ね、掃除されてますね。はい、ジュン様のウルトラマンも今日はマックスです、ね。いや違うから。はい、今日の騎士はウルトラ絶倫ですか。あ、まあ、似てますけどね。違いますね。はい、エロは、週一で必要、確かにね。遅れた和骨、こんばんは。和骨です、こんばんは。誰貴様ということでね、酒パワーのメンバーですね。皆さんね、はい、よろしくお願いします。いつの間にか MM5 男優が相模原にいますね。そうなんですね。いつの間にかってもう結構経つね。1ヶ月ちょっと、2ヶ月ぐらい、はい、ぐらい経ちますね、うん、はい、いらっしゃい。まさかジルジュン、そうですね、今日はね、ジュンちゃんですよ。そうですね、はい、ジュンジル、俺も爆発しそうです。あ、ジュン様ね、はい、誰やねん。最初のね、ちょっとコメント戻って読みますね。ジュンちゃん、ジュンちゃん、ジュンちゃん、やった、来た。ジュンジル、ブチャー。今日はウルトラマン仮装なんですよ。聞こうな、ピンクチャンネル。あ、相模原店だよね。はい、楽しい相模原タイムが来た。ありがとうございます。ありがとうございます。キョチ君来てるの、来てます。こんばんは。今週もジュンちゃん見れて嬉しいです。ありがとうございます。女性のお客様ですね、ありがとうございま す。今日ヨーロッパ、帰ってきて時差がある。いや、ヨーロッパから帰国したんですね。お帰りなさい。お金持ってんな、おい。お金持ってんな。ゆくち持ってますよ、じゅんちゃん。持ってんな。ゆくちを。今週、1週間丸々声を我慢しました。もう行きそうです。いや、おかしいやろ、病気やぞ。頑張ろう、1週間我慢しよう。病気やぞ。はい、といったところでね、本日も、2時間ね、お送りしていきますので、まあ、はい、マックス基地なんで、そうですね、早めにね、シダの方入った方が、皆さんにいいところ見せれると思いますので、はい、今日はですね、うちの方ですね、中シート。はい。はい、うちの、日本海教師がね、打って、大当たりを目指しますので、はい、皆さん2時間よろしくお願いします。お願いします。
はい、ちょっとねカメラ位置調整しますんで少々お待ちください。これ音量どうします？音量、台の音量、真ん中ぐらい、真ん中ぐらいまで下げてもらえるとありがたいですね。うん、秋吉さん、もうちょい右目で打ってもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。こんなもんでいいかな。はい、じゃあ早速マスカット、マスカット、はい、 OK ですか？オッケーっすね。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。アラジン、アラジンじゃないですよ。はい、じゅんちゃん、その日本海巨神騙されてはいけない返り討ちにしてやってください。なんなんすか。はい、初見です。帽子の人は AV 男優ですか？初見じゃねえだろ。出ました、一発目、ありがとうございます。はい、皆さん、バイオゼロが出たら撃ちますか？バイオゼロはね、はい、ちょっと多分ね、はい、結構でも面白かったっすよ。打ちましたけど。あ、打ったんですか？打ちました。あ、面白かったと。実際は面白かったっすよ。はい、ジュン様、今日も安定のもっこりですね。ありがとうございます。してないそこも安定してますからね。してないから、はい、キッコーマン、はてさて2時間以内に当たりを呼べるだろうか。どうでしょうかね。当ててもらわないとちょっと番組が成立しないんでね。まあ当たりますよ、大丈夫ですよ。お願いしますね、本当に。サクッとね、本当にお願いしますよ。はい、まあ、中市いるんだよね。あ、中市必要ですからね。必要の相模原店ですからね。はい、そうそうそう、まあ、なんとかね今日当ててくれると思いますけどね。はい、純ちゃんのウルトラレバーは激アツですか？もう純からそんな、もう純レバーもう俺引きますからね、ここでね。はい、純ちゃん定位置、明日純ちゃんの激アツレバーを引きに行きます。待ってます。 ありがとうございます。相模原店です。待ってますよ。はい、この台の評判あまり良くないみたいですね。そうっすね。あ、そうなんですか。でもまあ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 、はい、まあ、今日からね相模原店寝台で入りました。まあ、今日はもう満席で、はい、満席です。はい、もう一番出てるやつ58回とか出てますからね。そうですね、これめちゃめちゃ出てるんじゃないですか。いや、今日は結構出ましたね。はい、はい、前作の方がバトル中が面白かった。まあ、まあ確かに、ね、太郎かな。うん、人類は世界の男、全員と穴兄弟。うん、よくわかんないな。こんばんは、初見です。今日俺純ちゃんに抱かれる夢を見ましたよ。おかしいやろ。初見じゃねえ。真面目そうで純粋そうな人だね。おにぎりや、純ちゃんとは大違いですね。なんでやねん。きよしがね、バイオ ST になっちゃったんだよね。あ、そうなんですね。ST ですね。純ちゃん見に入れて嬉しいんだけど、平塚放送どこ行った？平塚ね、はい、もうふざけやがって。ふざけんじゃねえ。まあね、今日ね、リニューアルでお忙しかったんで ね、うん、今週は相模原店からお届けします。はい、平塚はですね、一応来週は、また相模原店、はい、再来週が平塚店の放送になりますので、そうですね、4月ですね、はい、ぜひ見てください。はい、ウルトラマン潜伏からの、通常しか弾けません。なるほどなるほど。じゃ簡単にね、スペックの方を口頭で、私が説明していきたいと思います。大当たり確率、392.4 分の1のマックスタイプとなっております。核炎突入率は 83%、まあ、だから当たれば大体核炎には行くかなというスペックなんですけど、そうですね。まあ、へそ入賞時4ラウンド通常、こちらが 17% ありますので、うん、まあ、これさえ引かなければちょっと、ね、いい感じで、なるほどね、連チャンすること。 83% って結構高いですからね。高いな。うん、だからまあ継続するときは結構しちゃうんじゃないですか、この台はね。そうですね。はい、うん、寝るよ、早いよ。愛知に店出してください、ね、愛知したいね、出したいね。これ小当たり多すぎて悩ますよ。あ、そうなんだ。じゃあちょっと小当たり引いたら教えてくださいね。はい、了解です。この台底落ち多すぎる。あ、本当だ。じゃあ何、引いてすぐ落ちるってことか。毎週純ちゃんでいいよ。あ、純ちゃん毎週見たい。ありがとうございます。はい、純の、DNA が欲しいです。なんなんそれ。あ、相模原遊びに来てくれればいつでもね。どういうことやね。トイレも改装済みですからね。はい、大丈夫ですよ。純ちゃん今日は、裸じゃないんですね。いやいや、いつも裸ちゃうわ。北川景子出たらプレミアらしいですよ。出ないでしょ。出ないよ。大悟は出てるけどね。親分に癒されたかったです。あ、今週か。そうですね。過去放送見直したけど、相模原は結構いい引き持ってるよね。あ、高橋店長時代はね、はい、結構当ててましたね。はい、はい、歴代社員見せ場作ってる人が多い。あ、まあ、あのゆとり刀以外はみんないいところ見せてますね。純ちゃん2連続は嬉しいようなきついような足のネタがね。今日は虚しいか。今日虚しいじゃなくてね、中しいですよ。そうですね。はい、純ちゃんウルトラ語話せるって本当ですか？なわけねえだろ。純ちゃんの初見じゃねえだろ聞きながら寝ます。なんでやねん。この台何なの？4大ポイントのハイパーゼロフラッシュで外れるわ。軍用国で外れるわ。あ、
暑いのがそこまで暑くないってことか。 あとチェッカー柄とか ね、 そうですね、OK は、メーカー的に推してるチェッカー柄が激アツですからね。 そうですね、それに出たらね、あの中氏教えてくださいね。はい、了解です。はい、初見です。純ちゃんは3分あれば十分ですか。どういうことや早すぎやろ、まあ、1分もあれば十分ですからね。純ちゃん今日はいつも通り、パン1ですか。なんでやろこれちなみにズボン履いてたやろ今。家帰ったらどうなるんですか。それはパン1ですそれはパン1です。あ、家帰ったらパン1だってこと。ああ、じゃあ家で普段会われてる方なんじゃないですかね。違う違う違う、このコメントね。北川景子は純ちゃんの家で待機中です。なんでやねん。待機してたら俺遊びに行くけどね。純は、そういえば MM5 廃車の危機があったらしいです、ね、いやいや、どういうこと誰から聞いたんや何があったんでしょうね。この台にはレバーを引いたら純ちゃんを、思い出させてくれる予告はありますかありませんよ、そんな予告は。鬼武者と同じメーカーだから激アツ外しはデフォだろう。まあまあそうですね。ウルトラは OK じゃなくて強楽にやってほしかった。あ、これはなんか気持ちわかる。イケメンのアツロクさん、こんばんは、こんばんは。これこっちがアツロクですよ。違いますよ、違いますよ。黒い T シャツのイケメンはジュンちゃんです。そう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 、違います。ジュンちゃんは寝るとき、マッパでしょ。なわけねえだろ。ジュンちゃんおやすみ。早いっす。ジュンちゃんズボンの中はノーパンですよね。いやいや、パンツ履いてますからあそこの帽子かっこいいですね。あ、そうですね。いやいや、ちゃうぞおい俺やそれ。今日はね、ちょっと新調してきました。違うぞ。この台のハンドルが好き。ハンドル、あ、ハンドルね。ハンドルちょっと見てきてもいいですか。持ちやすいってことなんかな。ああ、これ一応 P フラッシュも内蔵されてますよね。あ、多分ありますね、うん、はい、あ、このハンドルいいですね。確かに持ちやすい。どういうことやねん。シャープなね、ハンドルですね。こんばんは、今来ました。あちゃん待ってました。とにかくお風呂入ってきました。いやだから早いからお風呂入ってくるのね。見てからでしょ。うん、じゅんちゃん前相談してた MM 号の車検取った。いやいやいや、誰ですか誰や。パコバス優先入場券はカウンターでもらえますか。いやいや、もらえますよ。もらえますよ。相模原来てください。あ、相模原のね、女のカウンター、女性のね、方とかいらっしゃいます。そこでパコ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 バスツアーの優先入場券って言ってみてください。あ、すいません、もうちょっとやめてもらっていいですか。はい、じゅんちゃん、あっちゃんこんばんは、こんばんは。サミー以外まともな台出せないのかね。いやー、そんなこともね、そうですね、ないと思いますけどね。でも今スロットはやっぱりユニバーサルがね、ユニバーサルが強いですね。強いですよね。まあまあ平和もいいですけどね。あ、平和もいいですね。パコパコパコ、つまりメガネかけてる方が純ちゃん。いや、両方やけよ。両方かけてるやけ。純ちゃんのハンドルはシャープですか。いやいや、どうでしょうね、どれぐらいシャープですか。大悟が見たい。あ、大悟が見たい。大悟やっぱ出たら熱いんちゃう。あ、杉浦太陽と大悟と、うん、あと誰でしたっけ、もう一人いますよね、芸能人。髪金髪のやつ、鶴野。あ、鶴野たけしが出てますね、一応ね。はい、清志いるんですか。います、打ってますんでね、当ててもらわないと。あ、無視ですね。はい、ありがとうございます。純ちゃんを見たらミルキーを出したくなってきた。出してくるね。あ、いってらっしゃい、戻ってきてね。どういうことなんですか。あんちゃんに、今週ピグモンのコスプレ頼んで。あんちゃんに、じゃあ今週は会わないんで、さら、4月になったら僕また卒業カンバックするんで、はい、4月、はい、言っときますね。じゅんちゃんの真似して真っ裸で、寝て風邪ひきました。何やねん真似しててどういうことやねん。清の特徴を教えてください。いや、ないですよね。はいはい、なんだこのコメント。おい、なんだこれ。おい、もう事故りそうな雰囲気になってんぞ。おい、絡んだら事故るんでね。スルーッと流してきますからね。あつろくさん、この間のハーネス満枚はちゃんと回収しましたか。満枚出たんですよ。あ、そうなん。はい、マジですか。はい、ありがとうございます。純ちゃん、夜は止め打ちですか。いやいや、どういうことまあね、そちらもうまいですよ。マジか、戸塚カンバック。そうなんですよ。大悟が出て、ウィッシュポーズしたらプレミア演出で当たり確定だよ。あ、そうなん。いや、嘘でしょこれ。さっき思いっきりウィッシュ言ってましたよ。純ちゃん、いいこと教えてあげるよ。はいはい、この国は一夫多妻制じゃないんだよ。何、一夫多妻制。一人の旦那さんに対して、うん、奥さんがいっぱいいるのが許されてないんで。あ、ね、まあ、海外だとそういう国もあったりするじゃないですか。あ、そうなんや。あります、あります。じゅんちゃん、生放送したら捕まるから気をつけて。どういうことやねおラッシュチャレンジ。熱い、熱いんじゃないですか。ちょっと
どうですか日本海清さん、どうですか。いやどうでしょう、これおい、なんだおい、これおい、コメントがどうでしょ う大丈夫か、おい、はい、集まれば、さあ、どう、あと一人、もう一人、あちょっと連打足りないんじゃないですか。あ、足りない、ミス確定だっけ。いや、確定じゃないと思いますね。純ちゃんの真似して、はい、今からコンビニ裸で行ってみよう。捕まりますよ捕まりますよ、はい、純ちゃん、相模原慣れましたか。まあ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 、そうですね、ぼちぼち慣れましたね、はいはい。今日1円で30件負けたお、この台、あ、まあマックスなんで ね、まあね、ハマるときはハマっちゃいますからね、弱い、来月は放送の MC 変わるんですか。まあまあ変わる可能性もありますのでね、ご期待ください。あちゃんが突然勝った吉井さんはどうなるんですか。どうなるんでしょうね。純ちゃん明日学校だから寝るね。どういうことやね。学校あるんですね。でも学校はちゃんと行かないとダメですから ね、早く寝てくださいね。いや、いつもいつも見てお風呂、入れないから、今日こそ先に行ってきます。でも純ちゃんが入らんでって言ったら入らないかも。入らんでーもう入らんでーもう。お風呂入っちゃダメだそうです。太陽くんだけ服が違ってかわいそうです。あ、服違います。太陽くん、太陽、杉浦太陽、ね、あ、そうですね、うん。完全に清は素人だな。そうですね、素人出したらいかんよ。純ちゃん演出の動画の題名って何でしたっけ。どういうこと。あ、出演の動画のタイトルです。あ、パコパコバスツアーとかですね。透明人間シリーズ。あ、そういう系ね。に出てます、主にね。出てません。純、はい、ちゃんにタイキックしてもらって気合い入れろ、清。あ、はいおいおいおい、もう大事故だぞこれ。おい、完全に事故になってる。だけ大丈夫これ。熱い時だけ喋ってください、ね。あ、わかりました、はい、お願いします。はい、純ちゃんウィッシュしてください。いや、できないから。ウィッシュ、純ちゃん FC2 の次は何でやるんですか、うん。いやいやいや、元々やってないからね。エロ動画、ね、これって突入率何パーセントですか。 83% です。え、突入率、それ継続率やろ。いや、一緒ですね。あ、うそ。はい、一緒です。 83% の突入率。はい、 83% です。激アツやな。相模原深刻らしいね。来年保育園や幼稚園の数が足りない見込みらしいですよ。いやいや、おかしいやろ。そうなんだ。まあ、純ちゃんいるからしょうがないですね。どうもです、こんばんは。今日は純ちゃんが素人と絡む放送ですか。意味深違うぞ意味が違うやろ。素人も大好物ですからね。意味が違うやろ。純ちゃんはスロとパチどっちが好きですか。あ、まあまあ、でも今はスロの傾向の方が強いですね、はい。スロ今何打ってます。あ、まあ、何、うちには行ってないですけどね。あ、うちには行ってないけど、まあ、まあでもやっぱバジリスク、マドカマギから辺ね。あ、その辺のやっぱりユニバー系が好きだっ、ね、ユニバー系が好きです。まあまあゴッドが好きなんで私は。やっぱり分かりますよ、その気持ち。店長と店員の業務中ずっと合体なんでやねん仕事してんやん、失敗すんな。預けが週一どころか毎日純ちゃん出してくれるよ、放送枠作って。あ、ね、これ面白いですよね、毎日ね。いやいや、やったらね、はい、死んでしまいますよ。しまってない、純様。純ちゃんの MM 号実践講座は何玉交換ですか。ありませんので。無料提供してますよ。ありませんよ。純ちゃんの名前表示が圧力さんの隣に出てるよ。清の名前も出てないと。あ、清の名前出したいですか。出しますか。あ、これこっちだって、こっち純ちゃんですよ、ね。そこ間違えてるからね。こっち純ちゃんですけどね、うん。まあ、キャッシュなんかね、名前なくてもいい、ね。これさ、中の色変えられへんの、はい、これ。中って何ですか。純ちゃんの下の色。あー、変えますか。変えれるの。多分変えれると思います。ちょっとじゃあ試みましょうか。ちょっと待ってくださいね。こっちの名前だけ先に。キヨシさん。キヨシ。キヨシさん。はい。どうした。キヨシさん。はい。もっと喋ってくださいよ。あ、いいんですか。あ、いいですよ。あ、ちょっと緊張してるんで。あ、緊張してるんですか、はい。おう、どの辺が、どの辺が、はい、下腹部あたりがですかね。あ、やばい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 この流れはやばい。なんて、なんて、なんて言うた今。下腹部あたりが。あ、下腹部、はい、これどうですか、緑でいいですか。いやいや、そんな何色がいいですか。ピンクないの。ピンクだと、だって後ろの色とかぶっちゃいますよ。あ、そうか、これでいいですか。今ピンク。ああ、本当だな。何色がいいですか。緑にしようか、やっぱり。じゃあ、はい、あ、いいね。じゃあこれですね、うん、はい、いいでしょ。
ちょっとコメント読んでいきますね。じゅんちゃんの一月でテンションマックスですね。はい、なぜパチ屋の店員の方が、生放送やるに慣れてるんですか。す、ね、確かにそうですね。きよしってまさか酒パナソーです。じゅんちゃんのじゅんちゃんは初当たり早いの遅いの最速ですよ。もうめちゃめちゃ早いですから。よく意味がわからんの、ラッシュ突入って 45% ってどっかで言ってたよ。 45? そうやんな。いやだってこれ見るとだってもっとあるじゃないですか。いやだからこれがラッシュ突入率が、うん、だ潜伏確変もあるあそうか、ラッシュ中の16ラウンド大当たりが 50% っていうことじゃないの。いやだから大当たりの、うん、その出玉が普通にあるのが 45% ってことじゃなくてラッシュで5から16ラウンド確変が 15% で、あ5ラウンド確変がある。そうだから多分全部で 83% だと思います。ほんまかよ、はい、ほんまや突入率&継続率 83%、 そうですね、はい。純ちゃんは素人と女優はどっちが好きですか。いやいや、どういうことですか。まあ、どっちも好きですよ。いやいや、純ちゃんは女とメスどっちが好きですか。いやいや、一緒やろそれ。どっちも好きですよ。教師の名前言うと、今お風呂入りながら見てます。純ちゃんすげえな、そんなに見つめないでください。いやいや、おかしいやん。いや、すいません、僕ね、見つめちゃう気がある。いや、違うぞおい。違うぞ。はい、ピンクでしょ、純ちゃんピンクで、もう相模の女、あ、女性店員は純ちゃんに食べられてるんですかね。なわけないでしょ。ピンクがいいだろ。今寒いから裸で見てます。いや、おかしい。逆やろ。ここ2、3日寒いみたいなんで、うん、あの本当皆さん体調管理だけは気をつけてくださいね。もう今日とかめっちゃ寒いですよ。寒いですね今日、はい。緊張するって純ちゃんがいるからだろ、うん、ピンクにして仲しいときは2人で会話してみて。もうしめっちゃ嫌やってよ。しょもう軽く仲しいものね、やけどしますからね。完全に巻き込まれるでしょ。危ないですよね、危ないですね。ピンク多いな。ジュンちゃん本当にピンクが好きなんですね。はい、はい、ピンクにしましょう。じゃ あ、 じゃあピンクにしましょう、うん、はい、せっかくなんでね、みんながピンクって言ってくれてるんですね。はい、純ちゃん可愛いからね。いやいや、そんな色って純ちゃん可愛いな。純ちゃんのせいでパソコンが妊娠しました。この前どっから生まれてくんねん。純ちゃんの加藤隆が渋谷でスカウトしてるの肉眼で確認しました。嘘つけ。純ちゃんのプシャプシャプシャ、さすが日本海清も純ちゃんの前では借りてきた AV 女優みたいになってます。おかしい。ルパンとほぼ同じだよね、スペックね、はい。あ、そうですね。こんばんは、今日から社会人なのでアドバイスをください。お、社会人、いいですね。おめでとうございます。おめでとうございます。なんかありますか、じゅんちゃん。アドバイス、社会人になだわれた方に対してね。ああ、まあまあこれからね、はい、辛いこともたくさんありますよ。ああ、まあね、仕事ですからね、辛いこともあるでしょうね。はい、まあ、はい、ただね、その半分いいこともありますから頑張っていきましょう。まあまあ、いろんな女優さんと会えますからね、やっぱり。何の職種やねん。まあ、楽しいこともありますよね、やっぱりね。はい、ウィッシュってリーチにもならんよ。あ、そうなのね。ウルトラマンどこも稼働よくて座れねー。あ、そう、まあ、でもお店によってかな、これは多分、はい。相模原店の女性店員の後ろに必ずジュンちゃんがいるとよ聞いたのですが、はい、嘘や、本当ですか。嘘です、はい、それ。あとその話し方はテンポいいから好き、ありがとうございます。正月あたりで初めて清さん見て衝撃が走り、おにぎりが少し立派に見えたのを思い出した。なるほど。なるほど。ハウオーラーユキヨシ。はい、あ、29です。はい、あ、英語わかるんだね。若いな。29歳。はい、はい、若いやん。若いですか。はい、若い若い。でですね、気候なチャンネルを見て憧れて、はいはい、高知から上京してきたんです。あ、え、東京に。はい、あ、そうなん、はい、いいじゃないですか。で、酒パワーに入社。酒パワーに入社。あ、もう人生が終わってしまったわ。人生が終わってしまった。もう上司僕ですからね、もう本当終わってますよね。人生が終わってしまった、はい。つまり純ちゃんはピンクコーナーってことでいいですか。まあ、キコーナーのピンク担当ですね。違いますよ。はい、あとくさんこんばんは。純ちゃんの108人目の子供です。違う。あ、もうだいぶ大きくなったんですね。コメント持てるようになってね。ネトゲしながらだからあまりコメできないけど、純ちゃん愛してるよ。あ、ありがとうございます。これ小当たりで、5ラウンドランプついたけどダメでした。ああ、なるほどね。こんばんは、今日から中学生なのでアドバイスをください。いやいやいや、もう寝なさいあなた。もう寝なさいあなた、ほんと。中氏は M ですか。あ、僕はド M ですね。ド M、 はい。純ちゃんのおすすめなゴムは何ですか。どういうことやねん。当然相模オリジナルです。ありがとうございます。社会人おめでとう。こっちの世界にいらっしゃい。相模原の店員さんは向かいの市場、ん、市場で、ご飯食べないんですか。市場あるんですか。市場ありますね。あるんですか。行ったことないですね。でも、あ、行ったことない、はい。
で、じゅんちゃんも行ったことない。ない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 。はい、じゅんちゃん、なんで頭にコンドームかぶってるんですか。ちゃうやろ、どこがコンドームに見えない。おにぎりと、より年上やん。そうですね。おにぎりは、おにぎり何歳、何歳なんですか。27ですかね。そうなん、若いんですよ。おにぎりは元芸人など素人なんだから慣れるまで、待ってやれ。そうですね。中地に質問です。社会人になった時の感想をください。感想ですか。いや、もう不安しかなかったですけどね。不安ですか。はい、僕も学生の時、はい、あんまいいやつじゃなかったんで。いいやつじゃなかった。はい、いや、まあ、あんまりそう、なんていうんですか、真面目じゃなかった方なんで、はい、もう社会出るとかもうちょっと怖すぎましたけど、ね、普通に。なんかアドバイスありますか。いや、まあ、新社会人に元気よくやるのが一番いいんじゃないですか。元気よく、まあ、まあ、それはね、一番大事ですね、はい、元気はね、うん、まあ、もう失敗も多分クソほどすると思うんで、はい、もうとりあえず、うん、もう仕事できないのはもう最初は当たり前なんで、まあ、そうですよね、はい、うん、もうとりあえず元気だけはね、はい、誰にでも出せるんで、はい、まあ、そこは大事だということですね。はい、はい、じゅんちゃんはサウジアラビアとインドのハーフなんですか。いや、おいおい、ラス漏れないやんけそれ。おいおいおい、おにぎりがよく読み間違えるのでどうにかしてください。あ、言っときますね。あ、噛んじゃうんでね、すぐね。きよし、給料を教えてください。ゼロです。はい、ゼロです。ゼロなん。ゼロですよ、ゼロゼロ。だって見習いですから。え、それでゼロ。え、ゼロ円ですね。もううち厳しい会社ですからね。どんな会社だおい。お酒パワーおい。うち厳しい会社ですからね。え、逆に29歳、おい、大丈夫か、教師。大丈夫です。はい、今日から、受精卵だけどアドバイスだね。よくわかる。もうじゅんちゃんに会いに来てください。そう、おかしいです。ジャパニーズピーポー。あれ、じゅんちゃん、ちょっと太りましたか。いやいや、ちょっと前から太ってますよ。ちょっとだけ、ちょっと。いや、そう、ちゃんとおい。きよし、高知出身なのに日本海って詐欺じゃねえか。いや、詐欺じゃないです。あれですね、普通かよ、返し。今日から幼稚園に入園しました。今後についてアドバイスください。寝なさい、早く。あれ、ジョイちゃん、なんかエロくなりましたか。どういうことやねん、それ。あそこの、髪型、祈祷の裏に見えます。本当ですか、似てますか。あれ、ジョイちゃん、警察24時に出てたよね、女子高生を撮って。出てない、出てない。ジュンちゃんってどなたか知らないけど、とりあえず AV に出てそうですね。出てません。真面目かなかし。元芸人のおにぎりはなんで未だ、1個目1紙、改善しないんだろう。勇気出るだろう、清吉さん。そうですね、勇気出るだろうね。清吉さんも紙紙なんでね。なんとも言えないですけどね。あれ、今日ゆとり刀いないんですか。ゆとりは今日休みです、ね、はい、今日休みです、すいません。はい、中志、あと5分で当たらなかったらジュンちゃんに突っ込まれるよ。それどういう意味合いのつくか非常に気になるんですよ。順次がラッツン来れない知ってるなんて。いや、おじゃない、知ってるわ。こんばんは、昨日純ちゃんで抜きました。お、いいですね。どういうことな。どうやって抜いてんの。教えてほしいわ。中志、なんかモノマネしてください。モノマネですか、はい、じゃあニャンチュ。ニャンチュ分かります。ニャンチュって何ですか。全然分かんない。分かんないですか。なんか NHK のなんか青い猫みたいなやつなんですけど、全然分かんない。いや、有名。こっち流れてないですか、ニャンチュ。いや、多分流れてると思いますけど、NHK 見ないです、ね、なんかお母さんと一緒か何かに出てくるやつ。ニャンチュ、ちょっととりあえずやってください。じゃあ行きますね、はい、お姉さん。全然わからない。どういうこと。いや、これめっちゃ似てますからね。視聴者の方、ちょっと教え、似てたかちょっと教えてください。似てるの。エロにっすよ、わかる、知ってる、ニャンチュ知ってる。帰る、似てる、似てる、てん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 、似てるで。沈め、微妙。そんなことはないでしょ。わかるよね、あんちゃん。似てます。あ、似て、半々ぐらい。うん、もう一回。お姉さん。あ、似てるってコメント。似てるの多い。多い、多い。似てるの多い。結構多い。うん、中志に質問です。キコーナーに入った時、はい、純ちゃんの部下になった時の感想をください。はい、あ、もう、そうですね。ちょっと最初はね、店長、真面目な感じで来たんですけど、はい、ちょっとそろそろあれですね、なんか本領発揮しました。はい、シャワーがちょっともうあのチャック開けてあるって感じですか。あ、もうそうですね、もうそろそろ最近ズボン履いてない会社が多いんで。いやいや、もう捕まるから。もうさっきもね、今右に寄ってる、左に寄ってるって聞いてましたもんね。いやいやいや、右より左よりみたいなね。はい、なんかし、キコーナーであいうえお作文で笑わせてください。キコーナーのあいうえお作文、うん、キコーナーのき、はい、期待、はい、キコーナのこう、はい、興奮、はい、伸ばし棒って何なんですか。おうん、キコーナのお、驚き、はい、キコーナのな、はい、泣き泣かしです。
なきなかし、はい、なきなかし、これ、これうちの社名の由来なんで、ね、ぜひ覚えてもらえこれ、違いますよちょっと、清さんにやってもらってくださいよ。あ 清さん、気候なの木、希望の明かりえらい長く撮りましたね気候なの子、子供がたくさんおいおい子供来ちゃダメだよ気候なのお多くても安心、多くて安心、はい、気候なのな中地だよパクリじゃねえか完全にパクってるもうアウト完全にアウトだ、ね、アウト、ね、そういえば、この前浅草のストリップ劇場で純ちゃん踊ってたよね。違う、踊ってないか、はい、中地は愛知に店出して店長として来てよ。おー、いいですね。いいですね、うん、ゆとり刀みたいな声してますね、清志。ただ、効果音が聞こえたけど、にゃんちゅうの名言はこれはひどいだよね。あ、そうなんだ。そうなんですから、お姉さんって言ってるイメージしかないですけどね。中志、今までありがとうございました。チョコボールじゅん、ライの、おっきしたじゅんちゃん、おちとら、じゅんちゃんは、手のように一物を操作できるの？できません気づいたらコンドーム取れてて、オラ涙目、どういうことだ。どういうことや、子供と興奮したじゅんちゃん、怖いよ怖いよ、やばい、おい、納得と思いきやの泣き笑い。中志 M でじゅんちゃん S だからぴったりですね。あ、最近迫ってこられてるんで、あ、本当ですか？どうしようかな思いました。赤ん坊の頃から社会人の純、赤ん坊の頃から社会人の純ちゃんにアドバイスをお願いします。どういうことそれ？赤ん坊の頃から社会人、もう働いてたってことね。いや、働いてませんからね、私。交換は、純ちゃんポールダンスしてください。ポールダンスなんかできませんよ私もう勘違いされてるんじゃないですか、ね、次のビデオで、ね、出るかもしれませんね。これ来週から清志は相模原の MC だな喋れないからね、全然ね。純ちゃん今何発目出したんですか？出してない。今日出してないんですか？出してない。純ちゃんの上司は、しこまろ。しこまろって誰？誰だ。純ちゃんのピストン運動見せてください。おかしいやろ。相模原に遊びに来れば生で見れますからね。はい。今夜もドルバクに負けないでください。頑張ります。まあ、今日火曜日の夜なんでね、やってますからね、民放放送ではね。はい、はい、あ、なるほどね。デリ呼んだら純ちゃん来たどういうことやねん。それ聞きますね。純ちゃんの一物は2リットルのペットボトルより重かった。ちゃだいぶでかい ねそれね。そんなのをつけて歩けないから、うん、あ、どうですか清さん。はい、どうですか今議事連は。いや、まだ2です。あ、議事2、はい、はい、暑かったら言ってくださいよ。はい、はい、あ、ゼロって出ましたけど。ゼロ？はい、はい、ゼロ。あれあれ、なんかちょっと暑いんですか？暑いじゃんこれ。うん、どうなんでしょうこれ。あー、リーチかかっちゃった、はい、ちょっと弱そうですね。ちょっと弱そうやね、はい、うん、マジ日本海清志緊張してるから、純ちゃん、清志にいろいろと気になることを質問してや。あー、なるほどね。なんかありますか気になること。いやー、まあ僕が一番気になるのはなぜ酒バーに入ったのかっていうのが、ね、一番気になります。なんで酒バーに入社したのかなと思いますね。まあでも元々気候のチャンネルがきっかけですよね、はい、そうですね、はい、はい、だそうやって言っていただけるのは本当になんかやってた甲斐があるなと思いません、ね、気候のチャンネル、ね、たくさんの方に見ていただいて。いや、気候のチャンネルを見てて、はい、気候内入社する人はね、わかりますけど、気候のチャンネル見てて酒パワーって、まあ、酒パワーのがあれじゃないですか、うん、簡単そうに見えるんじゃないですかね。いや、そんなことはないっすよ。いやいやいや、でもほら、パチンコ屋さんの店員って結構大変じゃないですか、うん、実際玉の上げ下げしたりとか、はいはいはい、やっぱり大変だと思うんですよ。いやー、でもこれだったらこう喋、うん、ってるだけでこうもうお金もらえるから楽ちんだなとかいう印象は、うん、多分あると思いますけどね。そんなことないでしょう。ね、日本海さん、え、どうですか。いや、図星使いじゃないですか。なんだそれ。まあ、楽して稼ぐことしか考えてないですからね。はい。はい。サンドウィッチマンより面白くしてください。はい、頑張ります。初見です。純ちゃんのスペシウム光線を浴びたら妊娠しますか？いやいや。もうすごいですよ、もう。もう目あっただけで妊娠しますから気をつけてくださいよ。どう考えても初見じゃねえからな。すごいね、純ちゃんが移動した先はみんなが自動的にエロを、振り、エロ落ち、うまくなるんですね。いやいや、そんなことはない。上手ですよ、気候なの皆さん。
さんは、生の純ちゃんごくり。いや、おかしいやろ。もうね、相模原来れば会えますからね。圧力木村巨作の胸ぐらつかんで、いや、できないですね。清志も NHK 路線で行けばいいんだよ。真面目なね。なるほど。純ちゃん、店では全裸で東方してるって本当ですか？どういうことそれ？全裸で歩いてるんですか？歩いてません。相模原駅から純ちゃん抜いてね。いや、おかしい。トイレで待っててね。いや、おかしい。暑いんちゃう？セブンからもリーチじゃないとまず当たらないよ。あ、そうなんや。何がこれ暑いんですか？一応なんか4台なんか暑い演出みたいなのがあるみたいで、うん、チェッカーからウルトラゾーン、軍予告、ハイパーゼロフラッシュ、こちらが、期待度大の演出となっておりますので、出たら教えてくださいね、宇宙の2人。はい、はい、ちょっとね、これなかなか出ないね、これね。圧力のコメ読むテンポが好き、ありがとうございます。酒場はちょろいとか思われたのかね、清志さん。いやそうですね、面白い。そうですね、じゃないよ。今後に関わってきますけど大丈夫ですかこれ。なんだよ。清志はキコーナの店長で誰が好きなんですか？あー、なるほど。何気に一貫坊店長、池田店長ですね。あー、池田店長、はい、池ちゃん。あー、そうなるほどね。純ちゃんも、竿の上げ下げが大変なんですよね。違います。毎日100回ぐらいやりますよね、上げ下げね。やるか。このタイトル保留は赤い城なんですか？赤い城はチェッカー柄ですね、多分、うん、はい、チェッカー柄ですね、はい。あそこの考えじゃないのか、楽しい、楽してなんて、いつも楽してるだろう。そうですね。純ちゃんの玉の上げ下げは誰がやってるんですか？玉？誰もやってません。純ちゃんの玉の、ね、上げ下げはね、誰もやっておりません。やってもらってますよね、いつもね。純ちゃんの乳輪はどんなもんですか？どういうことやろ。気にもならへんやろ、そんなもん。サボるも才能だよ、生純。楽しく稼ぐ、だからあっちゃんよくサボるんですか？サボってないよ、いっぱい働いてるからね。昨日、ゼロアイ保留からレインボーオッケーが来たよ。おお、すごいね。レインボーオッケーとかも確定じゃん。確定じゃないですかね。はい。発展場じゃないですか。この前裸の銅像かと思ったら純ちゃんだった。違うやろそれ。純ちゃんテレビに出演するならどんなのに出たいですか？何の番組出たいですか？テレビ。僕あれはやってみたいですよ。なんですか？ウルルン滞在記とか。あ、ウルルン、あ、世界をこう、ね、旅行行くような感じのやつに出たい。はい、出たいですね。ウルトラゾーン入らないとまず無理だよね。純ちゃんのウルトラマンはセブンですか、太郎ですか？いやいや、どっちやろうなそれ。まあ太郎だとこうニョキってニョキって2本ぐらいね、入ってますからね。あっと見に来たよ。あ、いらっしゃいカズさん。あっちゃんしゃべりごめん、ありがとうございます。 AKB48 バラは、保留も重要だから細かい、予告でも期待ができるね。あっちゃんちょろいよ。これ昔のさ、横須賀みたいに3時まで放送やな。当たんないね。早く当ててね。当たんないな。当ててや。俺も純ちゃんの彼氏になりたいです。相模原来てください。なんで俺もないわけだ。純ちゃんに乳輪はドス、純ちゃんの乳輪はドス黒いんですよ。あ、見たことある方ですね。見たことねえだろ。純ちゃんの乳輪はとりあえずすごいぞ。カスタマイズで保留変化しにくくできるから、それすると熱い演出がすぐ分かるよ。あ、そうなんや。カスタマイズできるんだ。中志早く当てないと純ちゃんにてん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 。あ、ちょっともうすでに熱がね、だいぶ視線感じてますよ、後ろからね。この前純ちゃんかと思ったら加藤隆でした。いや、なわけねえだろ。たまたまたどり着いたキコちゃんで、あっちゃん見てなかったら今もこうして見てなかったよ。あ、ありがとうございます、カメリさん。純ちゃんの入輪には1本毛が入る。いやいや、おかしいやろ1本だけ。連打は長押しで OK だよ。あ、そうなんですか。はい。相模原店って玉積みはドル箱ですか、ジェットカウンターですか？玉積みはドル箱ですね。はい、はい。低貸し、定価値だけパーソナルですね。はい、パーソナルですね。はい、はい。ウルルンって世界のエロを極めるつもり。じゃあなんでやねん。日本人だけに飽き足らずね、やっぱ世界を極める。おかしいやろ。さすがですね。この台電サポ厳しい。あ、そうなんだ。電サポの後は見てみます。ウルルンでラ族の村に行くんですよね。あ、いやいや、よく ね、民族のね、結構みんな裸でね。いやいや、あ、もうちょっと、民族系は無理。民族系は無理。清志は、はよ、純ちゃんにぶっ込め。あー、なるほど。はい。はい。なんかありますか、質問とか。質問ですか。はい、純ちゃんに質問とかありますか。はい。はい、ありがとうございました。はい。純ちゃんになら掘られてもいい。キコーナはお客さんとスタッフの触れ合いはバッチリ？
まあそうですね、うん、仲いいですよ、仲いい感じですか、はい、普通に話しかけられる、はい、雰囲気になってますね、うん、遊びに来てください。これもし2時間以内に2人とも当たらなかったら延長しますか、モードになりますか。モードって何わかんない、びっくりマーク。まあ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 当てますから大丈夫です、そうですね、はい、安心してください。じゅんちゃんと目が合ったら妊娠するから気をつけてね。いやいや妊娠しないから。じゅんちゃんはヌーディストビーチに行きたいんですか。何それヌーディストビーチ。要はあの女の方が水着着ないで歩ってる海外とかあるじゃないですか。それなんかハワイかなんかにあるんですか。ありますあります。ああ、なんか言ってましたね。アトロクはなんでじゅんちゃんの隣にいるのに妊娠しないんですか。まあ免疫がねもうだいぶついてますから僕の場合は、ね、あのねそれはね、もうはっきり言わせても男性だからです。まあねやっぱり女性がね、はい、分かりきったことですよ、はい。じゅんちゃん聞こうのやめて保育、うん、保健体育の先生になろうよ。なんでやねそんな学持ってないから、うん、はい。今日のしだきちは CR ジュントラマンエロで合ってますか。違います。じゅんちゃんかっこいい、ありがとうございます。キコーナも酒バーも名古屋に進出してほしい。ああ名古屋近いですよ。酒バーは酒バーは多分今年中に名古屋支部ができると思います、ね、あそうなんそしたらぜひすごいですね、はい、お願いします。相模原でゆきち、数人持ってかれた順次るください。いやいやそれはやばいな、うん、でも頑張ってね次来た時ね、はい、そうですね、はい、かってください。はい、あどうですかメガネ女子ですけど、あつるさん、はい、小当たり来ました。これ多分、あこれ小当たり多分、はい、小当たり当たってんの、緊急警報モード、はい、これは小当たりと、はい、いうことですね。はい、100人って熱いじゃんこれ、100回転ってこと。いや違いますね、多分少ない方が熱いとか多い方が熱いとか多分そういう感じだと思いますね。この台ステージよろしくないよね、打ち手の2人。そうですね、まあ、へそまでの距離もあるんで、あ悪くなります。結構液晶でかいですからね、はい。相模原の景品順次ルートあるんですか。ありますよ、ありますよ、ありません、はい、遊びに来てください。じゅんちゃん、中志、あつろくさん、清の好みの女性を教えてください。皆さんの女性の好み、まあ、じゅんちゃんよく言ってますもんね、女性の好みは。言ってました、言ってます、言ってます。あ、言うたっけ。細い方が結構好みですよね。中志は、ああ僕はもう来るもの拒まずみたいなところはあると。そうですね、清さんはどうですか。胸がでかい女性ですね。あ、目がでかい女性、はい、胸がでかい、あ目じゃないで、目ですね、目じゃない、え、目、目です、目、ね、芸能人で言うと誰ですか。ダンミツですかね。ダンミツどういうことやねん。ダンミツ全然ちゃうやろ。ダンミツはしかも目でかないから、ね、なんか最近ね、出てきてる広瀬すずとかね言うんだったら分かる、ああなるほどってなるんだけど、広瀬すずって誰なの。広瀬すず知らないですか。知らない。いやいやいや、それちょっと問題ありますよ。今ちょっとブレイク中の女優さんですね。AV 女優違います。違います、16歳かな、高校生が。あもう何でもそっちに持ってくのやめてもらってもいいですか。失礼しました。広瀬すず AV 女優って初めて聞きましたよ。あ、中志、義治さん、僕の代が義治さんしましたよ。はい、義治さん、はい、ちゃんと言わそうですけどね。はい、純ちゃんはエロにすぐ持っていくからな。違う、違う、本当ですよ、もう。平塚で回収してください。キコーナー大阪の平野に作ってよって、駅前に潰れた街あるよ。お平野に作ってほしい。じゃあね、会議のところにでもね、言っといてください。残り100人とかあったら、純ちゃん急いで、相模でご行き地持ってかれました。純ちゃん抜いてください。あ、ぬやま、話しかけてくださいね、本当に。お店の方、純ちゃんいますかって店員さんに言ってもらえれば、いればね、出てきてくれます、ね、あ、出ますよ、全然、はい。レバー引いて外れたの恥ずかしかったなと。これはね、何でも気持ちわかるね。わかる。ガロの剣とかもそうだもんね。電柱の釘が悪すぎるメーカーの悪意を感じるだろう。うちのマイホは、何年通っても店長誰だか分かんないけど、キコナはいいよね。あ、キコナの方はもう全員顔立ちしますからね。そうですね、はいはい。中市ナンパしてもいい。あ、お待ちしてますんで、はい、お願いします。断密でかくねえだろうね。じゅんちゃん、俺太いけど大丈夫ですか。どういうこと。じゅんちゃんは10のくらい四捨五入すると何歳ですか。30です。33、はい。断密はすでにじゅんちゃんが食ってるよ。おい、小当たりの緊急警戒モードはただの演出ですか。そうですね、さっきから中志が誘ってるのにじゅんちゃん気づいてないの。
どういうことやねん。え、根がでかいのが好きだって。え、じゅんちゃん AV 女優しか知らない、からいじめないでね。ウルトラでもまともな当たり見せてくれるの伊勢崎だけだから相模原は大丈夫だよね。当てます。当てますよ。中志、はい、多分引きますから、任せてください。じゅんちゃんのレバー引けますか。相模原店に遊びに来てくださいね。そうですね、はい。じゅんちゃん、うん、なんて言いますかこれ。お上わかんない。女優さんの名前かな、わかんない、わかんない、わかんない。じゅんちゃん、女優さん誰が好きですか。女優さん、はい、芸能人もおります。竹内結子さん。あ、なるほど、飛鳥きららさんっていうことね、はい、ありがとう。違うやろ。はい、きよしって誰だ。きよしはですね、私の、会社のですね、これでして、今日は研修にちょっとね来てますんでね、なんとか当ててほしいですね。きよしさん、そうですね、当てます。はい、きよしさん楽しいですか。楽しいですね、本当に、はい。弱い演出、展開でレバー頻繁だと面倒だからカスタマイズでレバーしないと、高高いにしてると。あ、この方が分かりやすいですからね、打ってる時ね、熱いのが。きよしさん顔見せてください。やめてください。景品コーナーに順次置いてありますか。置いてませんよ。ゆとり方のいないので退散します。お、ゆとり方のファンいますね、今日も。いますね。相模原の、ハス景品、まあ、純ちゃんの主演 DVD だと聞いたんですが本当ですか。あのね、そんなの置けないです。きよしさん、無給で生活どうしてるんですか。バイトです。はい、アルバイトしてますね、はい。太平洋きよしはスロとパチの台が好きですか。どの台が好きですか。最近スローにハマってますね。お、何が好きなんですか。バジリスク絆ですね。お、何ですか、バジ好きなんですか。はい、いや好きです。お、面白い。面白いですね、やっぱ当たると。はい、この前潜伏中に軍予告来て外して160までハマった。あ、一応潜伏中の大当たり確率は 42.3 分の1なんで比較的当たりやすい感じですね。そうですね、はい、42.3 分の1は当たりやすいな。うん、だから160は結構ハマった方ですね。ゆとり刀の自演コメだな、可能性あるな。景品に手が置いてください。アトキさんとキヨシさんが、ポタラでフュージョンするのはいつですか。しません。ゆとりにタバコ買ってこさせようとしたのにいないのか。いないんです。いないですね。順次郎は何玉交換ですか。無料です。いやいやいや、景品に順ちゃんブロマイド置いてください。何それブロマイドって。写真いらんでしょ。そう、ポイント景品とかで置いといたらこうたまに出るかもしれません。あ、でもあれ作るかもしれないですよ。なんですか。ビックリマンシェード。ああ、作りましょう。はい、そしたらもう皆さんぜひ取りに来てくださいね。はい、ぜひね、ビックリマンシェード。ピグモンとダラワはチェッカーと 見間違える。ああ、なるほど。確かに清志玄之介似てるな。顔見して。似てないよ。今日は、電波組起用してるけどどの娘狙ってるの。電波組、電波組って何。電波組俺誰が誰だか分かんないんだよな。マックスルパンで、かけつ320ハマったことあるよ。結構ハマんな。やっぱりゆとり方がいないと放送に締まりがないですね。なんでやねん。そんなことないと思う。そんなことないでしょ。セリーグの順位予想をお願いします。いや、野球見てます。僕見てないですね。僕も見てないですね。中島は。いや、僕も見てないですね。じゃあ清志くんは。見てないですね。も誰も野球興味ない感じね。ごめんなさい。ケインに準じる飴ください。ありません。千葉智則って誰ですか。これうちの社長の名前ですね。フルネームでよく知ってますね。純ちゃんのヌードポスター作らないんですか。作りませんよ、そんな。売れもしないでしょそれ。できたら絶対もらいに行くわ。あ、ビックリマンシールかな。本当できたら取りに来てくださいね。はい、来てください。純ちゃんになら抱かれてもいいよ俺。いや、結構俺っていうねコメント多いですね。俺ってなんだ。純ちゃんがトイレに行く時間を教えてください。なんでやねん。大体1時間に3回って決まってますよね。いや、おかしい。出待ちしてください。どんなもん。病気やでそれ。山ちゃんとあんちゃんは T シャツ作ったから純ちゃんもドエロ T シャツを作ろうよ。T シャツ作ったの。多分山ちゃんと自作じゃないですか。あ、自作ね。自作、うん、あ、そうそう。アチャライター、そろそろガスなくなるから次何か作ってください。ああね、まあ、これ考えてるんですけど、ね、ライターの次何がいいかすげえ考えてるんですけどね。あれでええやん、なんか携帯灰皿とかね。使います。携帯灰皿使います。使わんか。使わないですよねあんまり。初見です。順次って何のことですか。あ、それは初見だな。それは初見かもしれない。この人初見じゃないですよ。初見かもしれない。色ついてますからね。初見じゃないですよ。順ちゃん学生時代何してたんですか。バスケですね。あ、高校生までバスケですか。中学まで。
いや、僕社会人までバスケやってたんです。社会人まで、うん、それは初耳ですね。はい、僕日本海リーグに出てました。日本海リーグ、なんですか。あのその県のリーグに、社会人バスケの、はい、じゃあ結構やっぱ上手いんですか。いや、そんなことないですよ、うん、はい、じゃあいいんじゃないですか、バスケのゴールとか置いてなんでやねんあの今度バスケしますできるか中瀬はいじめられるのと奉仕するのどっちが好きですか。いや、僕はどっちも好きですけどね。どっちも好き。今日初めて株に100万突っ込んだら脇汗半端なかった。使いすぎでしょ、大丈夫、ちょっとちゃんとやってね。そういえば皆さんお返しホワイトデーってされたんですか。あ、店の子がね、はい、してくれたんですけどね、はい、それ返さないとね。あ、まだ、はい、あ、してないかね。中瀬は。いや、僕もしてないですね。あ、なるほどね。じゅんちゃん抱き枕っすよ。じゅんちゃん抱き枕か。あー、抱き枕ね。イベントでじゅんちゃんのじゅん汁一番絞りはないんですか。ありません。じゅんちゃん専用の、休憩室はダブルベッドですか。あ、これね、今トイレ改造して作ってますよね。いやいや、ありませんから、はい、自作で脱線 T シャツ作ってたよ。自作でね。あ、自作か。友達に相模オリジナル 0.01 買いたいんだけど、品切れなんだけど、じゅんちゃん売って。え、何を。オリジナル 0.01 サガミオリジナルのコンドームね。そんなものはありません。じゅんちゃん、じゅんちゃんシール欲しい。あー、欲しいですか。朝並んでる人にじゅん汁をサービスするんだ。いやいや、そう帰ってしまうやろみんな。きよしはキコナチャンネルの池上彰になりそうだよね。池上彰解説役。マジや。じゅんちゃんはエロパワーと酒パワーどっちが好きなの。いや、それは酒パワーでしょ。あ、酒パワー好きですよね、うん、ありがとうございます。バスケっていう玉転がし。いや、それは違う、サッカーや。おとサッカー。玉遊びが上手なんですね。うん、中瀬の彼女は誰に似てるんですか。誰に似てる、はい、いや、誰ですかね。僕もあんま芸能人とか詳しくないんで。はい、あ、誰なんですかね。あっちゃん知ってる。あ、知らんか。あ、会ったことはないですね。ちょっと寒いな。あ、温度がですか、うん、はい。アツロックさんはなんでそんなにイケメンなんですかね。まあまあ、これはね、両親に感謝ですよ。じゅんちゃんは白いものを返せばいいですね。じゅんちゃんのホワイトデーはじゅんじゅんですか。きよし、彼女いるの。いません。はい。じゅんちゃん、運動神経いいんだね。いや、いいですよ、僕。みんな最近ハマってるタイプなんですか、うん、僕、窓マギ最近好きです。いや、もう窓マギ全然思んねえ。いや、面白い、面白い。じゅんちゃんはゴム使ったことないよ。そうですね。根本さん、今日も麦わら帽子が似合ってます。 ありがとうございます。ありがとうございます。おい、それ俺やぞ。はい。相模原のメンバーの指人形とかどうですか。ああ、それも面白い。面白い、これは、はい、これいいね。指人形面白いな。うん、こんちゃんライターは本当にマジで欲しいです。引き強いからね。あ、引き強いな。中瀬と池澤店長はよく見間違える。似てないやん。あんまり似てないと思うんですよね。似てない。きよしは彼女にいません。じゅんちゃん、じゅんじゅは何なん。じゅんちゃん裸だから寒いに決まってるやん。いや、違う違う。じゅんちゃん、僕の僕のボールをダンクしてください。ボールをダンク。はい、潰れてしまいますよ。根本敦さん、こんばんは。こんばんは。初見です。じゅんちゃん、エロいいですね。いや、意味わかんない。中瀬、早当てて。頑張ってるんですけどね。もう1時間ですよ。あ、やばいですね。あと1時間しかないですよ。はい、早く当ててください。頑張ります。もう視聴者の方も待ちくたびれてますからね、今。じゅんちゃん、最近横須賀行きましたか。行ってないっすね。あ、もう相模原からあんまり出てない。出てないっすよね。感じですか。はい、いや、ちょっと横須賀放送にもね、はい、乱入してやらないとダメですね。そうですね、横須賀放送にもぜひね、来てくださいよ。はい、明日とかどうですか。いやいや、明日一応あるんですけどね。そうですね、はい。まあ、2人ともね、なかなかいい演出を出してくれませんね。なかなか出ないですね。出ないね。じゅんちゃん、僕とアクエリオンしませんか。何それ、アクエリオン。気持ちいい。いやいや、おかしいやん。この第16ラウンドで出玉どれくらい出るんですか。まあ、払い出しで2000発ぐらいですね。そうですね、はい。帽子ってどこに買いに行くんですか。これはですね、うん、高橋店長の。そうです、高橋店長から、ね、受け継いだやつです、ね、譲り受けた、はい、の感じですからね。明日ってコムのラッスンゴレライ完コピやっけ。あ、どうですかね、練習してるかな、コム。ラッスンゴレライやんの。やりますね。誰と誰とやるんですかね。コムと誰。コムと一人じゃないですか。ちょっと待って、ちょっと待って、もう、うん、
あ、でも一人厳しいですかね。一人厳しいで、うん、もっさんかな、わかんない。あと30分で当たらなかったら、じゅんちゃんの投稿に注入お願いします。はい、わかりました。最近ガロのドラマを見たけど面白かった。そうそう、面白いんだよガロ。ガロ面白いですね。面白い。市場にステッカーを貼ってこうは、なんかし、上レバー動いてるけど、それ普通なの。多分これ先読みみたいな、図が、秒速図柄が揃うとみたいな。あー、なるほどな。ちょっとだけ、ちょっとだけ上ね、動いてるんですよ、ちょっとだけ。見えます？はい、見えた。はい、大丈夫かな。お、ちょっとチャンスじゃない、中志。いやー、緑どうなんすかね。やっぱギジレマとかいるんじゃないですか。緑はちょっと弱い。はい、今日当たる確率は何パーセントですか。2パー。ありがとうございます。ここで、何、本物の麦わらなのか。じゅんちゃん、それは被ったらダメだよ、汚れるよ。なんで。こんばんは、じゅんちゃん、黒いシャツ似合ってます。ありがとうございます。それ違うからね、あの酒パーティーシャツね。あのそれもう何回も間違えてますけど。おかしいですよ。じゅんちゃん、あったかいんだからやってください。いや、それ知らない。本当ですか。うん、いや、中志知ってるよね。いや、でも僕も見たことないっすね。あ、YouTube で一回見ただけ。あ、一回しか見たことないですか。じゅんちゃんのたまに投稿注入。暑いのすらないぞ。ないね。暑いの興奮するやつがないな。ないっすね。じゅんちゃん、最近サケパ T シャツ、着ないな。あ、着ますよ。確かに着てないですね。はい、今度着ます。はい、ウルトラマン見たことないんだけど、出てるの、ダイゴと太陽とツルの。そうです。そうですね。はい、まあ、ちなみに相模原店、この、ウルトラバトル列伝、はい、何台導入してるんですか。4円パチンコ20台と。20台、はい、はい、1円に2台です、ね、はい、ありますので、はい、22台ありますから、はい、ぜひうち来てくださいね。うち来てください。はい、ねえ、いいじゃないの。あ、これね、ダメよ。それ誰、あ、ダメよか。そうそうそう。あ、1時間見せばないね。ほんとすいません、当たらないんですよ。ちょ、当たらないよこれ。ちょっと、今のレバーが落ちて頭に直撃すれば慰謝料もらえますか。いや、それはそこまでは。それはない、落ちないね、うんうん、あれ、純ちゃんが2人いる。こんばんは。 いや、いないから。はい、2人いますよ。似てねえからな。似てますからね。やっぱよく言われるんですよ。いや、嘘つけ。あの、よくキコナ、相模原店に来ると店長とかよく声かけられる。絶対嘘。あ、僕、あ、すいませんみたいな、うん、感じですね。きよしの呪い、普段マックス打たないから1パチなら打ちたい。あ、1パチも、ね、2台ありますよ。はい、ぜひ打ってください。2台ありますので、はい、遊びに来てくださいね。じゅんちゃん、もしきよし君が MC になるとしたらどうしますか。どつきますよ。ね、その日もね、はい、その2年か3年後はあり得るかもしれないんで ね、 はい、見せ場ないからとりあえずじゅんちゃん脱ごうか。なんでやねん。もうダブル店長ってことにしないよ。そうだね。じゅんちゃん、本当のこと言ったら めっちゃ似てるぞ、ね、似てないから、まあここは喋り面白くて台忘れてるから、うん、ありがとうございます。何が似てんの。顔は似てんの。まあ大体似てますよ。大体ってなんなの。めっちゃ大雑把や。大体似てますよ。似てねえし、うん、はい、じゅんちゃん好きです。ありがとうございます、はい。今日当たらなかったらじゅんちゃん全裸でお出迎えです。なんでやな。きよし当てれなかったら氷川きよしのモノマネやってね。いいでしょ。はい、下の動画しか見てないよ。ありがとうございます。じゅんちゃん、髪の手入れしてますか。まあまあ、あ、割としてる方ですよ。僕帽子かぶってるんで髪の毛見えないですけどね。今日横須賀パチカン行ったんだけど、はいはい、何が変わったかよく分かんなかった。あ、配置、配置がね、大幅に変わってると思います。はい、はい、今ワイプで見えてるのは白圧力兄さん、黒圧力弟。違うから。バチ屋でバイトしてるけど、ガロの件よりこのレバー壊れやすくて嫌って店長言ってた、うん。あ、まあ、耐えれる重量がね、はい、ガロの件の方が確かまだ耐えれるはずです。これ40キロぐらいでしたっけ。違います。え、もっとですか。200キロです。200キロ、はい、200キロも耐えれる。200キロやったと思います。ただエヴァンゲリオン の、 あのレバーですか、はい、V コン、V コンで400キロなんで。 V コン違う。違うからはいはい、はい、うん、こっちじゃない、はい、あれは何キロですか。400キロ。400キロ、うん、そんな耐えるんですね、あれ、はい、確か耐えれるはず。キヨシって研修中なら、エンデクの研修ってどんなことするんですか。まあまあ放送ですね、基本的に生放送。何その、はい、研修って何なの。まあ一人でこう機材を組み立てられるようになったりとか、うん、あとはトークの練習とか。
トークの練習ってどうやって練習するの、まあ、自分で放送やるしかないですね。でコメントを来るコメントを読んで返してっていうのをひたすら練習する。ああなるほど。まあ経験しかないので、まあ、経験積んで、まあ、うまく喋れるようになってほしいなと。なるほどね。似てるっていうかウリ2つだよね。メガネヘッジで圧力さん今日もかっこいいですね。ありがとうございます。中市頑張って、うわ下ネタ最低、新しい台も一パチ入るお店は羨ましい、うちのマイホンは最新台ガンダム1でその前が吉本だから、ウルトラいつ打てるかな。いやそれはもうぜひね相模原に来てください。そうそう遊びに来てね、これ本気でやって壊れたら客の責任ですか。これはね、そうですね、そうですね、破壊になってしまいますね。そうですね、はい。純ちゃん大嫌い。きよちゃん、見せれる人ではないのかな。当たらないのともかく激アツ外しとかどうなんですか。いや見せれます。はい頑張ってください。はい、はい、このレバーに捕まって懸垂してもいいですか。いやダメです。はい、はい、確かにエヴァの子はぶん殴っても大丈夫です。トークはもう大丈夫だからあとは機材かな。そうですね、それおにぎりにもやらせる、お話しされてるメガネの黒い方はプロの喋りの方ですか。僕プロの喋りじゃないですけど僕まあニートみたいなもんなんですよね、今夜もドル箱が同じ機種なんだが負けないで頑張ります。当てます。でもあっちは編集してるからね、こっち生放送だからね。きよしおにぎりの研修お願いします。あ、わかりました。おい、お前先輩だからなおにぎりは。圧力の髪の毛さらさら、ワイプに映ってる後ろの自動販売機はコンドームとローションですか。まあまあそれもあの裏ボタン使えば大丈夫ですよ。出てこないよ。純ちゃんのレバーは何キロまで耐えれますか。何キロやろな。5キロぐらいで、5キロぐらいはいけるですね。技術すらない、もしレバー破壊したらその場で弁償してもらうんですか。そう、その場でっていうのもね、まあ見積もり取ってとかなるでしょう ね、 そうですね。ニートというよりミートだな、うまいこと言うね。初見アトロクさんほど素晴らしい人見たことないよ。いや後で振り込んどくね、お金ね。あいつが1時間で皆無だから。暑いのが1時間で皆無だからな。そうだね、ニートの先輩は、おにぎりはいつまでも下っ端でいいや。もし相模原でレバー壊したら僕のレバーで勘弁してくれますか。聞いてますか。あ、ごめんなさい。おにぎりが先輩という運命のいたずら。そうですね。アトロクとジュンちゃんの給料はどっちが上ですか。そんなあっちゃんに決まってるでしょ。決まってますよ、本当。ジュンちゃんの給料袋立ちますからね、本当に。いや、なんでやねん。立つわけないやろ。ジュンちゃん、CS のスロの番組に出てる人に似てる。誰それ。誰だろう、ライターさんかな。多分ライターさんでしょうね。普通に引いて壊れたら別に弁償とかないよね。まあそれはしょうがないですね、普通に引いてたらね。店長は副業だからね。まあそうですよ。なんで本業はビデオに出てる、ね、なんで。あのパチンコ店の店長は副業です。なわけねえだろ。じゅんちゃん画面見ずに AV 見てるんですか。なんでやねん。まあ自分が出たねビデオはもう常に見返してますからね。あーやっぱこう行くのが3秒早かったとかね。違う違う、まあ、それ重要ですからね。やっぱりね。はい、じゅんちゃんダブルワーク。そう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 。じゅんちゃんのレバー5キロも耐えれるなんてすごい。なんて、はい、なんて。反応が遅い。あ、ごめんごめん。ちょっとねこれ、この皆さんこれわかりますよこれ、はい、耳つけてんの。あ、イヤホン。はい、これ、はい、今日ちょっとボロくてね、音声がボロくない、ボロくない、ちょっとずれてるんですよ、すいません。全然ボロくないですよ。じゅんちゃんって店長なんで。そうです、キコーナー相模原店の店長なんでね、ぜひ会いたい方はお店の方に遊びに来てもらって、はいはい、遊びに来てください。店長いますかって言えば普通に会えますんでね。はい、もう出なかった文句もね、もうガンガン受け取ってますし、はい、もうね、はい、出た喜びも、ぜひ言っていただけるとね、対応してくれますので遊びに来てください一回ね。今夜もドルボックスショールームで打ってるよ。最低。マジで。どれ。今夜もドル箱が、ショールームで打ってるからずるいね。これはダメだ。やっぱりそれはちょっと成功ですね。成功。じゅんちゃん勉強熱心ですね。はい、もう僕ね勉強熱心ですよ。上半身だけ見てるとじゅんちゃんトラさんみたいだな。トラさん。ああそうやね。帽子もあるから。そうやね。平山かわいい。あ、出ました。純ちゃんの知らない平山ね。全然知らない。純ちゃんはホストもいけそう。ホストね、うん、まあまあ昔ねやってましたよ僕。本当ですか、はい、ガチで。そうですよ。ホスト経験あるんですか。ありますよ。すげえ、
儲かるんですかホスト。いやいや、そのホストじゃないっすね。え、ちょっとよくわかんないね。なんて言うんだろう。レンタル彼氏みたいな。ショットバーみたいな。あ、ショットバー、はい、バーテン、はい、あーの、まあ、なんて言うんですか、はい、お手伝いさんみたいな。まあ、ゴミ片付けたりとか、はい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 、あとはグラスをこう洗ったりとか、あ、はい、女の子とか一切ないですよ。女の子がいない？いないです。あ、女の子の店ではないです。普通にバーでお酒を作ってくれる店の、はいはい、それのこう、はい、掃除をペアーっとしたりとか、なるほど、トイレ掃除したりとか、はいはい、まあ、じゃあホストクラブではないと、ね、ホストクラブはね、あ、なるほど、宮本さん男優さんですね。わかります。そうです、そうです。カオリッキー、平山、ポコミと合コンしたい。あ、まあね、まあ、ライターになったらワンチャンあるじゃないかな。じゅんちゃん欲しいって、なんか清子小渡り、小渡りです、ね、はい。マジか。じゅんちゃんが店の子に手出したって噂だけど誰ですか。いやいや、それ間違ってますよ。はい。おい石田、部下が当てないぞ。これは責任問題だと思うんですよね。はい、早く当ててください。これ僕に言われてますね、これ。はい、うん、そう、じゅんちゃん、じゅんちゃんは名誉店長だよ。本当はあっちゃんが店長なんだよ。違いますよ。うつむいてたら寂しい。出なかった文句は言っていいですか。どうも、全然言ってくださいよ。残念、出なかったらやっぱりね、僕を呼んでもらったらいいですよ、はい、ね、はい、まあね、もうひたすら聞かせていただきます、はい、もう誠意を持ってやります、はい、誠意を持って聞かせていただきます、はい、あちゃん今日お菓子ないの。お菓子あります、お菓子あります。ちょっと待ってください。いや、僕のお菓子を狙ってるなんてさすがですね。僕の行動読まれてるみたい。違うやん、え、僕の行動が読まれてるみたい。なんかこれ美味しいって聞いたんで。何？これをちょっと。なんてやつ？ランチパックの、うん、ちょいちょそうなんかちょいパクラスクってやつね。これなんか美味しいって聞いたんで、ちょっと感想をもらってもいいですか？あ、いいっすよ。はい。じゃあ食べてみましょうか。お願いします。あ、これなんだね。でもバーテンダーは似合いそうだね。そうですね。はい、女の体の清掃ですね、わかります。女の子いないとかガチホモ店ってことでいいですか。そうですね。本当に、いい加減出ないと坂上店は、出ないイメージになる。メガネの、黒い服の方、私めちゃめちゃ好みのタイプです。ありがとうございます。あ、金払ってるやろそれ。後で振り込んでおきますんでね、あの口座番号書いておいてくださいね。あ、これうまいわ。あ、マジですか、うん、ちょっと僕も食べていいですか。いただきます。これうまいわ。流し食べてみる。これ あ、おいしい。っていいか、おいしい。相模原店の椅子は、スケベ椅子ですか。まあまあ、言ってくれれば買いますよ。じゅんちゃんのティッシュください。ちょっと待って、バーで男の人相手にしてたんですか。ガシャガシャガシャ。なんでやん。圧力に彼女がいるって本当ですか。たくさんいますよ。清志来てから当たんないなと。ギジさん、ギジさんダメでしたか。あ、もう全然ダメですね。ギジさんしたぐらいじゃ双子みたいだ。過去相模原放送で当たりなしってあった。いやいや、ないんじゃん。多分ないかもしれないですね。はい。1K30 回回らなかったら純ちゃんに文句言いたいと思います。それはなかなか厳しいと思うよ。それ美味しい。じゃあ本番中緊張して出なかった相談するね。今度本番中緊張して出なかった相談。本番中あのビデオかな。それめっちゃ美味しいよ。あ、みんな知ってるんだ、美味しいって。これはなんてマックスキーって規制かかってなくなるんですか。あ、そうですね、規制がかかりますね。一応320分の以下みたいな感じになるみたいですね、はい。北川景子の旦那があいつか。旦那ではないですよね。じゅんちゃんお菓子ってめっちゃ自由すぎ。それ美味しいよ。まあ味は想像通りだけどね。円形脱毛症になったんですけど、これからつるっぱげになるんでしょうか。いや、大丈夫でしょう。治るよ。治る治る。あの、すぐ治りますか。はい、気にしないで。じゅんちゃんは人妻シチューってどう思いますか。なんなんそれ。シチュエーションが人妻っていう。ああ、そういうこと。なんだそれ。まあ好きですね。何しゃぶってるんですか。ラスクです。疑似さん、えらい朝外れね。そうですね。圧力さんみたいな寛大な人間になりたいんですけど、意識してることありますか。僕、本当に怒らないんですよね。怒らないの、うん、あんまり。ただ、この間、清志君にね、怒ったね。なんで怒られたんだって。メモを取らない。ああ、メモ取らないから、そう。誰に怒られたの。アズラクさんです。そうそう、仕事の話してて、うん、あ、メモ取らなくていいのみたいな、うんうん。そういうのは怒りますね。
じゅんちゃん、ランチパック系が好きなの？池袋駅コーナーにランチパック直営専門店がある。あ、そうなん、うん、ありますね、東京は。初見ですが、2人でパンわけわけ してるなんて双子ですか？まあ同じようなもんですね。違います。じゅんちゃん待ってます。いや、マジ好みです。以前の放送でご結婚されてるの初めてして、ちょっとショックです。あ、本当ですか？全然大丈夫ですよ。何も払ってんねん、おい。今夜もドルボックス当たったぞ。いや、負けた。じゅんちゃんゲイなのでごめんなさい。暑いだよ、あいつじゃなくて、あ、ごめんなさい。あっちゃんだってカツラだから大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あ、ずれてる、やめてくださいね。いやいやいや、本当の店長はクリス松村ですか？いやいや、なんでやねん。根本さんを初めて見たとき、安西先生に似てると思った。あ、誰？安西先生、あ、似てる。いや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 、似てる。初めて言われましたけどね。はい。裏でポコポコボコボコに殴るよ、あっちゃんは。でもさ、切れるよ。あつろくんは奥さんの話しないのってどういう闇があるんですかって、ね、暗黒な世界があるわけですよ。あっちゃん怒るところ見てみたいですね。いやいやいや、怒んないですよ、あんまり。じゅんちゃん、今度もずれてるよ。いや、ずれてねえ。最近あまり時間当たりません。その代わりマックスが50回転とかで当たる。どうなってんの？いやー、それは引きが強いってことですよ。だマックス打った方がいい、そういう時はね。じゅんちゃん、毎日切れてるよな。そうっすね。毎日切れてるんですか？毎日切れてます。中心毎日切れてるよな。いや、もう毎日ですね。毎日、うん、それは結構ね、部下としては辛いですね。奥さんのことは、調停中だからいろいろ喋れないんだよね。まあ、そう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 。じゅんちゃんは清純派ですか？いやいやいや、清純派ですよ。清純派だと思ってる視聴者 1% もいないですよ、多分。うん。早速1円に行かないんですか？もう1円に2台入ってますんでね。相模原店、貴重な相模原店遊びに来てください。中志、起きてる？起きてます。はい、頑張ってますよ。あつろくさんの通帳みたいです。前見せたからね。うまくいってないんですか？そうですね。安西先生イコールケンタッキーおじさんイコールあつろく。ケンタッキー、あ、それもないな。あ、似てるな。いや、だいたいメガネかけてるだけじゃん、似てる。あ、そういえば、あの、今日、はい、うちの店の近所ケンタッキーあるんですけど、はい、あれ、あちゃん立ってたで。立ってない、立ってないから。だからそれでなんか寒いって言ってた。はい、ずれてねえようなツッコミおかしいだろ。今つけてるはずの。じゅんちゃん怖い。こんな当たり方するのか。じゅんちゃん、誰に切れてるの？何刀？あ、ゆとりっすね。はい。あと髪切れに行け。あ、今週行く予定です。いや、でもね、みんなね、はい、みんな仕事できますよ。うちのメンバー、相模原店のメンバーは、はい、結構仕事できる方が多いと。ゆとりもね、ああ見えてね、はい、すごいできますから。おお、まあ主任さんですからね。はい。純ちゃんは一周回って清純だと思います。はい。黒服の方はあっちゃんさんなんですね。キコーナー所属なんですか？タレント事務所的なところ所属なんですか？僕無所属です。そうですね、無所属です。どこにも属してない、まあニートですね。はい、はい。あずくはサクサクパンダ。あ、これもこれあずけんが言ったんだね。はい、というか純ちゃんも立ってたんだね。そうですね。愛してるハート。あずくのこれはね、これあ、違うか。気候の相模原店で働けば毎日純ちゃんの何してんねんが聞けますか？そうっすよ、なんか聞けますね。はい、はい。でも今は仕事してない。純ちゃん切れるとき放送の癖抜けずに初見じゃねえだろうって言ってそうだよね。切れるときにね。純ちゃん来年から男優に戻るんですか？なんでやねん。チェリーとゆとりはどっちが仕事できる？チェリー。いや、それはゆとりっすよ。はい。断然ゆとり。ゆとりはごねるからな。ゆとりだから許されてるけど。サクサクパンダに似てる。最近キコーナーとの相性が悪い。ああ、もうそれはね、申し訳ないね。まあお店いろいろありますからね。全部で今65店舗ありますから、ちょっと店変えてみてもらってね。純ちゃんは男優。初見です。 YouTube から来ました。ありがとうございます。はい。チョコボール純ちゃん、こんばんは。おい、初見じゃねえな。おあちゃんさん、役者さんなんですか？すごい。今までテレビとか出たことありますか？テレビはないですかね。テレビはないですね。酒っぱは社会保険あるのかしら？どうでしょうかね。入ってみたら分かるんじゃないですか。ゆとりかわいい、あつろくの彼女です。いらっしゃい。何県の方ですかね。はい。てかちょっと早く当てない。そうそうそう、うん、ちょっと今当てないとちょっとまずい流れだよ。もうそろそろ手入れを考えますよ。やりますか、やりますか。はい。あつろくさん、大河ドラマ出てましたか？大河ドラマは出てないですかね。俺もあつろくの彼女。あ、
どうもどうも、ありがとうございます。俺もってどういうことだ。あんちゃん NHK のお昼のニュースに出てなんか悪いことして出てるみたいじゃんそれ。中志この台面白い？この台ちょっとまだね当たってないんで、はいはい、当たったら間違いなく面白いと思いますよ。はい、あちゃん朝屋に出てた、あ出た、あそうそうそう、出るわけねえだろおい。そんなに本当に僕冗談抜きで出てました、うん、朝屋に、朝屋になんでオーディションで。嘘やん。はい、出てました、僕冗談抜きで。嘘、高校生の頃ケミストリー、何の時でしたっけね、ケミストリーだったかな、違うかな、その辺の時です。でもだからExileのアツシとかが普通にいる時、すげーな。僕はあのテレビ東京呼ばれてちゃんと、うん、あのなんかスチール撮影で写真撮ったりとか。あ、そうなんや。その場で歌う歌わされたりとかやってたんですよ、まあ、若かりし頃ですけどね。キレるんだやっぱり。純ちゃん怖い人なのか、番組名とは違って殺伐としてるんだね。いや、そんなことないですよ。チョコボール純ちゃんですか。いや、違います。私は関西の彼女です。あ、ありがとうございます。あっちゃん出てるでしょう、鑑識の人の役で。だからそれ六角さんだからそれ。伊勢崎はバトルモード用意してたよ。あ、仕込みをね用意してたもんね。あ、そうだよ。根本さんせこいっすね。やっぱね、それねずるいですからね、うん、ずるいよ。そんでも普通に当ててましたよ、まっちゃんが、うん。根本さんと一緒には、いたら絶対楽しいと思う。あ、この辺は清さんどうですか。いや、楽しいですね、毎日が。あ、毎日楽しいですか、はい、お、なんか言わされてる感じがするぞ。なんか言わされてる感じ。毎日楽しいそうなんでね、もし、はい、あの僕と一緒にいたい方はね、酒バーに入ってください。はい、自主か上か、そろそろ当てな、あっちゃん切れるで。そうだよ、マジにあと40分しかないけど、当たらないと打ってる2人罰ゲーム決定だな。朝やん、何朝やんって、なんかあれですよ、オーディション番組ですね。あそこ新聞の三面記事ですよ、見ていけないんです。あ、黒服の人って佐藤健さんですか。あ、そうとも言われます。あと早見のこみちとかよく、どこ見てんねん。よく言われますね。私もあちゃん感じないとぜひ。圧力、この前のジュノンボーイだったよね。あ、ジュノンボーイも応募したことありますね、僕。書類選考で落とされましたけど。ジュノンボーイって何だ。ジュノンボーイ、ジュノンって雑誌があるんですけど、うん、それのなんか、うん、ジュノンボーイコンテストの年一で、うん、だからなんて言うんですかね、可愛い系の男の子が選ばれることが多いですよね。小池徹平とか。なんなんそれ、あっちゃんもう間違えてるでしょ。僕はそういう路線を目指してたんですけど、うん、途中どう道を踏み外したか、今はなんかここにいるって感じですけどね。キヨシ圧力の真似してください。え、あ、モノマネ、はい、キヨシ言わねえよ。誰やねん。言わないよそれは。さっきから事故ってばっかりやな。純ちゃんこの台面白いですか。いや、面白いですよ。でも、はい、純ちゃん圧力のモノマネしてください。僕のモノマネできますか。いや、できない、うん。あちゃん声がいいですね。ありがとうございます。根本さん、純ちゃん、チェリキチ、中志、こんばんは。チェリキチはいないですけどね。今日も愛知県豊田市から見てるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。クミエさんから、こんばんは。大木ボンドやろ、これもよく言われる。純、うん、ちゃん、昨日 何両積んでた。何両並んでた。何両並んでた。どういうことやろ。何ユキチ並んでた。いやいや、何言ってるんですか。本当に。ドル箱でサッとだけ歌って言ってるけど、エスパーかな。キヨシ、嫌い。キヨシ嫌いらしいよ。おいおい、どういうことやねん。へぇじゃない。あ、中瀬技術さん、技術さんは通常保留ですね。はい。純ちゃんに握手求めたら初見じゃねえだろうって怒られそう。そんなことないですよ。キヨシにお小遣いあげたいなと。あー、ね、あのね、甘やかすのはやめてくださいね。はい。この放送を見て旅行がてらに相模原行こうと思います。あー、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日一のコメントだね。ありがとうございます。はい、今日一ですね。はい、ありがとうございます。キヨシ、圧力の嫌いなところ言っていいよ。え、ある。特にないですね。ないよね。はい、はい、浅草が言われそうだね。マジか。純ちゃん、よ捨て人なのか。そういうわけじゃないですよ。当てないと純ちゃんガチ切れしてるよ。そうだね、よく応募したら。あそこばっかり褒められて純ちゃん、なんだろう、焼かない。焼かない。あ、まあ純ちゃん焼かないなんて普通にモテますからね。はい、うん、今は安西先生のせいです。そうですね、純ちゃんハート愛してるよ。ハートおやすみ。まあ私も愛してますよ。はい、ありがとうございます。まだあっちゃんはライズアップ行くと。これ本気で俺思ったんですけど、ライズアップ行ってみたくないですか。いや、行きたいね、うん。あれすごい、ダイエット前と後のあのギャップ見ると、はい、1ヶ月でこんななんのと思って。いや、あれね、でもちょっと高いわ。
30万近くしますもんね。35。あれはちょっと高いですね。え、この台毎回当たるとき虹絡みだわ。あ、ほんとプレミア絡むんだね。え、きよし、じゅんちゃんの真似して。え、モノマネ。はい、ありがとうございました。なんでやねん。あ、もうすいません、殴っていいですか。なんでそんな高なってね、声は。なんでやねん。ちょっと ちょっと面白かった、でも、フリーズワークだったね。なんでやねん。俺の方が寝てるやつ。なんでやねん。似てますね、はい。じゅんちゃん、誕生日の歌歌ってください。これ多分知らないかな。誕生日の歌ってこれ、モッサンがよく歌ってるんですよ。何それ。モッサンちょっとあのを日本語で言うんですよ。あのね、モッサンちょっとあの黙ってて何言ってるか分かんない。そうですね、はい。キヨシちょっと外周走ってこい。走ってくる。はい。どこですか。あ、もういいです。あんちゃんさん大好きだから彼女になりたいけど、もし本当に彼女にしてくれたら奥さん裏切ってってることだから嫌だ。そうだね。ギジさん、俺は愛知県長久手だよ。はよ愛知カモン。まあ、聞こうのね、出展してほしいですね、早く。あと、キャインの天野に似てる。似てるかな。まあまあ似てるか。じゅんちゃんは俺たちをユキチェ扱いか、怖いよ。あ、なごとするわけない。はい、あれ、おー、降りてきたぞ。おい、これはチャンスじゃないの。ようやく来たんじゃないの。来たよ。頼むよ、キヨシさん、仕事してよ、はい、仕事してよ。いや、来ます。え、これ何パーセントぐらい、自分の体感、自分の体感何パーぐらい。 30%。30%。 はい、弱いな。俺は無理。マジか。ないな、ないなのコメント多いよ。あ、え、ないの、うん、ハイパーじゃないと無理。なんかどうなんだ、セブン出ないのでない。あ、弱いね。弱いね、うん、これちょっと弱そうだね。はい、ありがとうございました。キヨさん、はい、30% 外れましたよ。まあ 70% 引いただけです。まあまあまあ、裏を返せばね。まあそうだね、はい。この台高齢者の方とかレバー無理なんじゃないですか。いや、そんなこともないですよ。はい、あっちの顔私のだからダメだよ。本当にアサヤンで言ったの。ジュノンボーイにも応募したの。出すところ間違ってるよ。僕どこに応募すればよかったんですか。キヨチだけにお小遣いあげるからいけないんだよ。あっちゃんにもあげれば喜んでくれるよ。あ、そうですね、僕にもください。初見です。真ん中のお二人は双子ですか。そうなんですよ。違います。はい。じゅんちゃん、三色いい抵抗ドラドラ。お、ギジさん来ました。めちゃめちゃいいよって。いいよ。お、お、どうだ赤。うん、ギジさんのところ来て。ライトアップ食事制限あるから無理やわ。ライトアップは食事制限がきつい。じゅんちゃんさん、少し駆動感に似てる。あ、駆動感黒。こんばんは、今来たけど、まだ当たってないの。当たらなかったらじゅんちゃん罰ゲームね。なんでやねん。許可します。ライズアップは食事赤身の肉。あ、ウルトララッシュ。なんかでっかいの出てきたけど。いや、まだじゃない。まだまだ。あれ、熱くないの。はい、今日何時までですか。2時までです。あたくさん、そろそろ誕生日が近くなってるからプレゼント応募しとかないと。あ、そうですね、僕5月なんでね、誕生日が。キヨシが申し訳ございません、本当にね。じゅんちゃんのモノマネうまいよ、私。あ、私がうまい、おかしいやろってよく言うよね。あ、言いますね、はい。 30% もないよ。これ外したらじゅんちゃんにどつきまされる。これレバーマジで壊れそうだね。キヨシ大当たり、イエーイ、来ましょう。よかった、連れてきて。いや、当たりましたね、この瞬間だけ。来ました、来ました、当たり見せれた。あ、危ない。 OK 見せてあげたらいい。あ、 OK、 くるくる、はい、ちょっとね、上のところレバーのところ OK って出るんですよ、これ。うん、いいよ、ありがとうございます。やったー、来ましたね、ついに。お、素晴らしい。いや、来たかいあったね、清志。はい、いや、ありました。はい、よかった、よかった。これでね、視聴者の方もね、はい、温かく見守ってくれると思うから、うん、もう1回で落とすとかまずないからね。あー、なるほど。 83% だから。いや、もちろんですよ。ね、もちろんね、はい、そこは大丈夫だよね。はい、はい。あ、そう、今日隣のおばちゃんが杖でレバー引いてた。マジか。多分少しも2回ラストやな。うん、すげえ、やった、来た、当たった、おめでとう、清志。中志やられたな、先越されましたよ。いや、大丈夫です。はい、よろしくください。あ、まだ時間ありますからね。まだまくれますからね。はい、何当ててんだよってコメントも来てるからね。、うん、
見てなかった、正直関西の気候なの中継は大の言葉全く触れないで個人情報ばかりで嫌になる、お前らに興味ないって感じ。もちろんやっぱねパチンコ番組なんで ね、 そうですね、まあ、大はね大事ですよ、うん、中志純ちゃんに、掘られかくて、できないキャラでいけよ、傘でレバー引くのが今のトレンド、今日ラッシュから単発だった、3点はチャンスアップ、どうなんですかね3と7はね、いや全然当たらないですけどね、当たない3は、はい、3、5はダメですね、ダメ、よかったね清さん、帰りご飯食べさせてもらいな、あ、ありがとうございます、はい、あちゃん後で視聴者の代わりにお小遣いあげるんだよ、清さんおめでとう、ありがとうございます、で下画面の兄弟、はいはい、しか見てなかったわ、すまん、ありがとうございます、兄弟じゃないですからね、私たちはね、初見です、いらっしゃ い、 あ、いらっしゃい、ようつべでこの動画見て初めて見ました、ようつべって何、この動画見て初めて見ました、あ、YouTube、 あー YouTube で見て今生放送で初めて見る、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、あと30分なんでね見ててください、ガンガンねコメントしていただければ、そうですね、私できる限り読みますんで、はい、あちゃんは金持ちだから桁がすごいのをくれるぞ、そうですね、いやいや、まあ新人にはまだまだあげれないですね、教師10連以上か速攻値以外の中途半端展開で認めてもらえないよ、あ、分かってます、はい、そうですね、下の画面はウルトラ兄弟ですから、まあ、違いますよ、人間やろ、はい、じゅんちゃんの知らなさ加減が面白い、なるほどね、知らないんだよ、あんまりね、まあ、世間を知らないんだよ、まあ、そうですね、まあ、仕事と女に夢中ですからね、なんでやん、中志最後まで応援してるぞ、ありがとうございます、はい、頑張ります、下の2人はザ・タッチですか、あ、優待リーダーとやりましょうか、どっちが太郎ですか、帽子の方ですか、帽子だったら日本に置きってますよ、ね、違いますよ、はい、今日1パチで1万2000円突っ込んでやめた直後に当たってて意識が、ほう、なんていうんだろう、朦朧かな、そうしました、分かってるって視聴者には秘密なんだよね、あーちゃんは優しいな、あ、バトルレッズでの話です、なるほど、じゅんちゃん最近のニュースお願いします、なんかありますか、最近のニュース、知らないな、知らない、何があるやろ、最近のニュースですか、何メジャーなところ、メジャーなところ、なんかあまり良くない話はあの海外でねなんかありましたけどね、日本人がみたいな、全然知らない、いい話あんまり分かんないな、なんかありますか、キヨシさん、いい話、はい、あ、黒田が帰ってきた、それ野球、はい、あのカープに、あ、カープに黒田が帰ってきた、はい、なるほど、ありがとうございました、なんだこれなんだこの番組下の二人が中川家ですか、そうです、違います、ポンヨ、やばいやつ出てるやないですか、これやばいやつ、危険度5とかでしょ、やばいやばい、よし、はい、よし、いや大丈夫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 、星5号か、清子はあんちゃんに似てるな、あ、星5はきついんじゃないか、お、71まで上がりました、はい、相模原妊娠激増、そうですね、昨日おにぎりだって納得出ないと寂しいよ、あ、わかりました、来週出ます、テンション高けりゃ、5でも普通に丸す倒す、じゅんちゃんのキャッチコピー、あれ、女遊びに真面目、なんで教師が子猫を生きたまま埋めた、キングジョーブラック、単発ならそれはそれで面白い、教師教師、はい、大丈夫大丈夫、復活はあれ、復活は、あ、ちょっとカメラずれてる、マジかよマジかよ、マジかよ、あ、まあ、潜伏の可能性も、潜伏のね可能性は、はい、まあ、一応ある、あるけど二角っぽいなこれ、一応今転落したんですけど、この状態だ と、 突然中上通常が 17%、で潜伏学園が 12%、 だからどっちかっていうと通常を引いてる可能性の方が高いという感じですね、なるほど、出た、もう限界か、呆れ、これは中志チャンスだと、これはもらいましたね、560、きついな、はい、ご飯抜きです、大体3対2ぐらいですね、そうですね、突然妊娠が 50%、 まあ相模原で来たらね突然妊娠ありますけど、教師さっき野球興味ないって言ってなかった、まあちょっとしか興味ないです、はい、8割超えると大体勝てますね、あ、なるほど、8割超えないとダメなんだ、キングジュン、あ、キングジュンはここにいますね、違いますよ、ジュンちゃんさんの一番好きな台は何ですか、一番ハマった台とか、
ハマった台？はい。今までで？はい。打ち込んだなみたいな。10号はだいぶ打ち込みました、ね。4号機の方ですか？うん、ああ、4号機の10号は確かに良かった、ね。あとは吉宗。吉宗。4号機。はい。北斗。あ、やっぱその4号機のなんか絶好調の、はい、スロットが絶好調の時はやっぱ、まあ、結構打ったと。サンダー V が一番打ったんですかね。ああ、わかりますね、それね。うん、あウルトラマンは負けてばっかりじゃねえか、そうだね、ファイン90でも負けるよ、興味ないって言ってる、清志の敗因は純ちゃんに投稿中にしてもらわなかったのかな、うん、それ以外ニュースないんですか、純ちゃん、全然わかんないね、ニュースはね、清志はおにぎりの、数倍まともだな、来週からおにぎり交番で清志使ってよ、ありがとうございます、いやいやいや、これ込み読みさせたら炎上しますからね、本当に、北斗よりは期待持ってる、ここでも一勝もできないウルトラマンって何なの、本当だね、時短の潜伏が 12%、 時短、潜伏が 12% で時短20回が 10%、 時短30回が 4%、 時短50回が 3% と、で20回超えたらちょっと暑い感じですかね、これ。あ、超えましたよ、これ。超えた？はい、はい、一応ここ超えたら、はい、30回が 4% で50回が 3% だから、もしかしたらあるかもしれない、あります、はい、継続率 83% は一体何なんでしょうね、あ、これも通常かな、もうあっさり抜けたから俺入ってきます、ちょっと待って、時短抜けるまではちょっと見てて、いるかもしれないから、もしかしたらね、そう、20回超えれば残りは4パート3パート、この前小田原、あ、レインボーじゃないの今の、え、あ、違うの、なんかレインボーっぽかったか、あ、違うの、はい、違いますね、この前小田原の放送で小田原2号店できるんだってねと、近いから楽しみにしとるです、あー、お願いします、はい、え、何、もしかしてこれ 4% を引いちゃった感じですか、キヨシさん、はい、薄いところを引いちゃった感じですか、そうですね、薄いの引くの大好きなんでなるほどな、全然意味ない、全然意味ないよこれ、何、20回を超えたら熱いの、一応30回が 4% で、うん、50回が 3% とかしかないんで 7% しかないじゃないですか、うん、だからそこを引くよりは、なんていうか、潜伏覚悟を引いてる可能性の方が高いのでって感じですね。ということは 4% 引いたってことね。そうですね、弱いですね、はい、清はおにぎりみたいに調子に乗ってないからいい、いやー、だいぶ調子乗ってますよね、清さん乗ってないです、はい、あ、はい、ちょっとどこへ、純ちゃんがはめた年代はどの年代が多いですか、何それ、どういうこと、まあまあ、まあ、全国民の女性対象なんで、まあ、平均したらやっぱ40代、30代が多いんじゃないですかね、はい、キヨシスタップ細胞はあります、はい、じゅんちゃんプロデュースで CR セクシービデオ作ってください、なんてセクシービデオ、セクシー何ビデオ、ビデオ、うん、CR ないから、まあ、じゅんちゃん主演で作りましたけどね、あ、僕はプロデュースで、そうそうそう、あ、なるほどね、4パー引きましょう、おい、これは基礎大認定、挙動的にそうかと思ったら当たった、てねえ、はい、お風呂入ります、いってらっしゃい、清志ゆとり呼んでこい、本当だ、意味ないという事、12対7、およそ切腹が2倍です、そうですね、まさかの寝落ちしてて今来ました、純ちゃんお久しぶりです、あやのさん、こんばんは、どうも、こんにちはーす、ランクアップで薄い当たり方して落ちるとき薄いところか、うん、あっちゃんさんがめちゃくちゃ大のこと詳しく教えてくれるからありがとう、いえいえいえ、とんでもないです、じゅんちゃんサンダーの7派 V 派7派です、7派ですか、うん、音でしょ、はい、もう絶対7です、いや僕 V、 絶対 V はない、7だ、3年で揃えたいですね、いや7っすよ、僕は、ランクアップ当たり、ランクアップ当たりだから勝利したかっこいい、ところ見入れてないんだけど、そうだね、よしさん、はい、向かっててください、向かってます、はい、はい、じゅんちゃん、あっちゃん、もし最後の晩餐だとなったら何食べますか、あ、難しいな、難しいな、最後か、なんやろな、カレーかな、カレーですか、最後ですよ、カレーライス、いや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 、僕はあの回転寿司の回ってるところでコーンの寿司を、安ないっすか、うん、コーンの寿司が僕大好きなんで、コーンの寿司を食べたいですね、やっぱ腹いっぱい、そればっかり、これコーンだけを食べ続けたいですね、はい、
女食べます。あ、これじゅんちゃんね。いや、これ違う、ウルトラマン楽しみしてたな。じゅんちゃんは決まってるよね、女性だよね、うん、コーンめっちゃ美味しいです。美味しい美味しい、子供か、変なもの好きなんですね。じゅんちゃん、あつきさん、ごめんなさい、眠さ限界なんで今日は寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。明日もまた待ってます。じゃあ今度俺から出たカレー食わしてあげる。あ、ほんますか、はい、ありがとうございます。コーンの寿司、トウモロコシの寿司ですか。そうですそうです、それをマヨネーズであえてあるやつ。そういや、今日ウルトラゾーンとウルトラマン軍って1、2でダイナー行って外れました。へー、そのダイナーって熱いんやろうな。明日もやるんですか。はい、キコーナチャンネル関東版はですね、月曜日から金曜日まで、週5回、放送してます。そうですね。明日は、キコーナ、横須賀店から放送になっております、ね、はい、僕の古巣ですね。はい、ぜひ見てください。2人とも安く上がるんですね。そうですね、コーンとかサラダ巻き以外意外と美味しいよね。美味しい。時短出玉なし込みで平均 6.52 連らしいです。結構連チャンですね。何回転してるんですか。中州は400回転ぐらいかな。ちょうど400回転ぐらいですね、はい、今で。コーンの寿司なんて見たことないです。怖い。ああ、え、いや、なるない、見間違いでした。ちょっと、やばい、空気読んでもらってもいいですか。なんだ今の。どうやったら見間違えんねん、そんなでかい画面やのに。いや、レインボーに見えました、なるほどね、はい。ダイナーとコスモが V3 のライダーマンに見える今日このこと。ほうほうほう。今日寝台ウルトラマンやったら明日寝台のウルトラマンやったら許さないよ。明日はなんかあのバラエティーコーナーやると思います多分。パチンコ、はい、パチンコの。そもそもウルトラマンって何ですか。何なんやろうな、正義の味方。まあそうですね、怪獣倒すだけなんでね。そうそう、うん、おい、シダ調子に乗るな。嘘です、ごめんなさい。中市大変えた方がいいんじゃないですか。純ちゃん体貸すからご飯ください。日じゃないよ、カラフルなだけだよ。明日は、太郎でしょ。明日太郎ないな。レインボーに見えすぎだろ。上のレバーからぶら下がっても折れませんか。200キロまで耐えられるそうです。中市ブラクラ持ってこい。まだですか。宇宙用心棒です。あ、ウルトラマンね。明日セブンでいいよ。実のところ子供の頃からキュウリ巻きは変わらず好きです。美味しいよね。美味しいね。戸塚の矢みたいに熱くなれ、熱くないのに騒ぐなよ。そう、ね、ジャマちゃんね、ジャマちゃんね。ジュンちゃん目がいった可能性、どういうことすげえ。ジュンちゃんさんは相模原店の店長さんなんですか。そうですね、いつもそんな感じの素敵な服でお店に出てるんですか。素敵な服って、ね、そうですね、僕だいたいこんな感じでホール回って。どういうこと。違うぞ。だいたいこの黒い T シャツ着てあのホール回ってますよ。この辺読んでないな。業界的にそうかと思ったら当たった。あ、この辺そうか。ランク、あ、この辺も読んだね。甘デジの薄いところはうまいのにな。あ、まあね、15ラウンドとかね、結構薄いからね、甘デジだと。どんな女の子が食べ頃ですか今、相模原地区は。え、私に聞かれてもわからないよ。あ、そうですか、すいません、まだ開拓中みたいですね。これから出る寝台で期待してるのありますか。地獄少女面白いですよ。あ、これは結構ホールタイム評価高いですね。はい、バトルレッツのケースです。 12K こいつに取られたけどガロファイナルやったら、そのマイナスまくってくれました。おーすごい。来週の火曜日相模屋で来ます。純ちゃん呼びます。あー、呼んでください、ぜひ。はい、はい、どうかな、この辺があるのかな、大丈夫かな。はい、多すぎて選べないんで地獄少女最高に楽しむ、うんうん、地獄少女ね、はい、結構多いですよ、うん。じゅんちゃん店長なんか初めて知った。なんでやねんお前。おかしいやろ。余裕の店長ですよ、はい。左の人は頭にかぶってるのと顔にかけてるのどっちが本体ですか。どういうこと。顔にかけてるの。顔にかけてる、かけてるって。あ、これかメガネか。あ、なるね。29で店長って地味にすごいな。じゅんちゃんは29じゃないですね。僕29じゃないですよ、でもじゅんちゃん31?31ですね、はいですね。純六さん次のあたりはいつになりますか。純六さん混ざってるけど、まああと100回転ぐらいかな。事務所長の話、あと何分ぐらいですか。あと20分です。ゴッドイーターどうですか。ゴッドイーターもね面白いです、はい、スロットはまあまあまあミリオンゴッドとゴッドイーターぐらいちゃうんです。はい、うん。じゅんちゃんなんで帽子かぶってるの。それはですね、相模原店だからです。そうですよ、はい。じゅんちゃん私とデートした時のがもっと素敵な服だったよね。誰やねん誰やねん、うん、中市。はいはい、呼ばれてました、呼ばれてました。中市って呼ばれてました。
ちょっとそろそろほんまに当てたいですね。はい、そうやね。店長、はい、手入れ手入れしますか。手入れ、いやいやいや、手入れはまずいって、手入れはまずいって、流し、いやいやいや、え、隠れてやれば大丈夫です。いやいや、カメラをちょっとこう横に避けてくれればそれで。あ、なるほどね、うん、初見です、純ちゃん店長ですよ。そうですよ。じゃあこれ初見じゃねえだろのくだりですよ。どこ、え、初見です、純ちゃんは店長ですよ。なんやねん、どういうことやねんそれ。はい、店長っていうのは遊びだからね、純ちゃん。なんでやねん、まあ、ね、純ちゃん呼んだら一緒に写真撮ってくれますか。あー、全然大丈夫ですよ。全然撮りますよ。はい、全然大丈夫ですよ。来る、赤タイヤ、店長って忙しいんですか。そうですね、まあ、店長ってやっぱり、ビデオ出演がありますのでね、やっぱり忙しいところはありますよ。負けるんかい、純ちゃんの勝負服は裸だよ。まあね、まあ当てたから、9大点な、きよし君。はいはい、ました。根本幸宏さん、これじゃ放送終われないよね。待たっちゃってますけど、いろいろね。きよし暗いぞ。明るいです。はい、はい、中C の尊敬している人は誰ですか。僕の尊敬してる人は、はい、そうですね、僕はそうですね、店長をやっぱり、うん、尊敬してるんで、まあ、純ちゃんだったんですね。そうですね、店長ですね、はい、ありがとうございます、ね。どちらか一回当たったんです。はい、単発当たりました。純ちゃんの股間と一緒に撮りたいんですけど。いや、それは無理です。はい、それあの、それちょっと、もう頭おかしいなと思われますよね。はい、店長、見せながって名字、あ、見せながって名字じゃないんですか。なわけねえだろ。名字一緒で焦った。あ、一緒なんですね。そうなん、純ちゃんのさじ加減で、決めるんですよね。黒い純ちゃんはどんなビデオに出てるんですか。黒い純ちゃん、まあ私はですね、比較的やっぱハメ撮り系ですね。どちらかというと。おい、ちゃうぞ。すいません。木久扇さんは絶対にないと思いますが、はいはい、絶対に遠隔ってどこもやってないですか。まあまあ、そう、もうほぼ絶対ないっすよ。木久扇はもう 100% ない。木久扇は 100% ない。まあ、パチンコ業界で言ってもないですよ。もう 99.9999% くらいはないですね。当てられない店員よりは100倍以上、どこかの上司に責任取らせなければいけないな。純ちゃんの股間にズームイン。中氏は高橋店長と純ちゃん、どっちを尊敬してるんですか。いや、僕は常に現店長を尊敬してるということで。なるほどなるほど。はい、今は純ちゃん。はい、はい、中氏、それで本当に尊敬している人は誰なんですか。いや、それをここで言うとね、ちょっと後が、まあ大変ですからね。事務所で何されることがあって。店長 ものか、捕まってるん、店あるから、立てんならありえる、うん、中氏当てれないからボタン押そう、現店長に媚を売るスタイル。俺、女子トイレの純ちゃんボタン毎日押してるのに来てくれないよね。いやー、もうないですからね、ボタン。それ間違ってますね、その多分ボタン。それ本当のボタンじゃない方です。探してください、ちゃんと。冗談ですよ。お客さん来てるのに急に閉店する店は何だ、何があったんですかね。なんやろね、なんか火事の危険とか、まあその設備面の問題とかはあるかもしれない。ちゃいますやっぱり。純ちゃんの趣味を5文字以内で教えてください。趣味、はい、なんやろね、寝ること。あ、寝ること、ハメ撮り、ありがとうございます。違うわ。純ちゃんのやる気スイッチ、押すとどうなりますか。大きくなります。設定6って入れることありますか。もちろん。キヨシはランクアップからの底落ちというネタ的に面白い場面作ったのに、中氏はてん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 。いやいや、まだもうちょっと時間ありますからね。はい、中氏、純ちゃんみたいな男優になりたいんですよね。あ、そうですね、もうそれを目指して今頑張ってますよ。はい、純ちゃん尊敬する人、親とか言っとけばいいのに。適当。法律関係や開発関係が考えられる、突発の閉店。あそれはあるかもしれないですね。純ちゃんさん、お酒強そうですね。うん、どうすかね、うん、一番好きなお酒って何ですか。一番好きなお酒、はい、その種類で、はい、あすいません。一番好きなお酒、一番好きなお酒、はい、わかめ酒でしょ。いやいや、それはない。あ、それはないですか、うん、あ、なるほど。もう別に何でも飲みますけどね。はい、
何が大きくなるんですかね。ねえ、じゅんちゃんの左右のボタンはサプライズボタンですか。違いますよ。寝ること過去女と。なになに、中市社員マニュアルとかあるの、店長とうまくいくようにとかあるんですか。なんでなん、データランプの呼び出しボタンにじゅんちゃんがあると聞いたんですか。ありません、そんなボタンもありません。俺の好きな酒は純汁水割りかな。いやいや、残念、相模飲めねえだろそんなもん。なんかしこの人はダメだなと思った人っているんですか。それあれですか、働いてですか。そうですね、合わないなとかそういうのってあるんですか。まあ合わわは、まあ、ありますけどね。まあその辺はね、どこの仕事場でも絶対的にあることですからね、はい。それアルコール含まれてるのか、純汁割り。もうもちろんね、もう 100% ですよ、純度。純ちゃん、一番の行き地かもはどの世代ですか。いやいやいや、そんなことは考えたこともありませんよ。考えたことないですけどね。もう、あ、今日行き地何人並んでたさみたいな、言ってますからね。言うてないです。パチ屋の時給ってなんであんなに高いんですかね。なんでなんですか。まあまあな、やっぱね、肉体的にもね、やっぱり箱を上げ下げしたりとかね、実際あるんでね、体使いますからね。もろ現店長だろう。あそこは嫌いな人の性格はあるんですか。嫌いな人の性格ですか。喋らない人はちょっとダメですかね。僕話すの好きなんで、うん、会話いろいろできる人の方が好きですね。じゅんちゃんは首を360度回せますか。いや、そんなことしたら死んでますよ。コーヒーレディの呼び出しボタンのところにじゅんちゃんって書いたテプラシール貼ってあったよ。いや、嘘つけ。ごめんなさい、すべてのキコナさんのニコ生の放送日と時間を教えてください。はい、キコナチャンネル、今見てるキコナチャンネル関東版はですね、毎週月曜日から金曜日まで深夜24時から、2時まで、2時間放送しております。そしてですね、関西版キコナチャンネルの方はですね、月曜日から日曜日まで、日曜日から月曜日までですよ、毎日ですね、もう7日間、深夜24時から、この真裏でもねやっておりますので、キコナチャンネルとキコナチャンネル関東版2つありますので、ぜひね、全12番組もっとあるか、各週の放送もあるんでね、たくさんありますんです、はい、自分の好きな番組を探してですね、ぜひ見ていただければいいかなと思います。でまあ、たくさんある番組の中でもうこの番組が多分最高峰のピンクチャンネルになってますね。いやいやいや、そちらを望まれているお客様いらっしゃいましたら、ね、違う相模原での放送を見てくださいね。ピンクチャンネルじゃないからね。はい、ピンクの、ね、チャンネルになってますんでね、ぜひ見ててくださいね。はい、最近ゆきちの並びは混んでますか、どうですか。ね、でもこの間、どうすかね、この間のデチャウさんのね取材とかあった時なんか偉い、あーもうすごかったですよ、あの日は、はい、はい、めちゃめちゃ、もう稼働もね200人、300人もね来ましたね、来ていただいたみたいで、稼働もめちゃめちゃ良かったんでね、はい、はい、ぜひ皆さんも遊びに来てくださいね。はい、じゅんちゃんが肉体って言うと卑猥ですね。バチアって呼吸するだけで喫煙者だよね。まあまあ、まあ、確かにね、その辺がね、なかなか難しいですね。そうか、俺は嫌われるのか。あんま喋んないんですか。僕でも喋らせるように僕喋りますから大丈夫ですよ。あっちゃんのオーディション時代の写真今度見せてよ。あ、でも僕の若かりし頃の写真とかはネットに落ちてます。十何箱を箱積みしてる写真とか。あ、はい、福沢諭吉って一万円札になったせいで汚いイメージがある。ああ、ね、なるほどな、それ確かに言えてるな。あ、昼放送もやってほしいな。あ、昼放送ね、やりたいですね。やっぱ後ろの自販機に純汁は何本入ってますか。入ってませんよ、はい、相模原が一番面白い。ありがとうございます、ありがとうございます。チャンネルは、じゃあこの放送はペイなの、ペイペイなんだろうな、ペイチャンネルってことですか。あ、お金もらうこと。あ、そういうことね。エッチなやつ、ピンクチャンネルは毎週楽しみ、ピンクチャンネル見ます。結局、純ちゃん人気すごいな。コメもやっぱり多い、多いね。ありがとうございます、今日もありがとうございます。火曜はピンクチャンネルだよね。違うから。デチャガール来ましたか。何を言ってんの、さっきから皆さん。デチャガール来ましたか。あ、来てないです。あ、デチャガールは来てない。デチャガールは呼んでないです、ね。一応呼んでるんですけど事務所で純 ちゃんとデチャガール。なんでやねん。はい、有料カード配ってる。純ちゃんのポロリは何時から
いや出るかそんなもん。お店に来ないと見れませんよ。非現人来ますか？非現人さんは来ないですか？非現人は来ないですね。はい、はい、じゅんちゃんって男だよな。はい、男ですよ。ピンクだね、相模原に変えたら。この番組は肝心の当たりが今日はたまたま。そうですね、今日はたまたまですね。じゅんちゃん、あつらくさんイケメン、ありがとうございます。キコーナさんは喫煙スペースありますか？昔は、タバコ吸ってたので大丈夫だったんですけど、今は気持ちが来て長いかできないんです。禁煙スペースありますか？禁煙スペースが、うちがね、禁煙スペースがないんですよね。あ、申し訳ないですね。申し訳ないですね。あ、まあ、ただちょっとね、2階ありますよ。はい、あのフロア広いんで、はい、そんなに気にならないと思うんですけどね。はい、一応空気清浄機もね、はいはい、つけてますんで、はい、そんなに気にならないと思います。一回ね、ちょっと遊びに来て、そうですね、店長いますか、ニコ生見てますって言っていただければ、もうじゅんちゃんがね、あ、ほんとって言いながらズボン脱ぎますからね。遊びに来てくださいね。はい、じゅんちゃんみんな好きですねと。もうじゅんちゃん人気ありますよ。じゅんちゃん細いけど長いのと、短い、ん、細いけど長いのと短いけど太いのどっちがいいですか？これは短くて太い方がいいですね。やっぱ太い方が好きだ。市場にじゅんちゃんもういいよが登録されました。なんだこれ。あ、デチャガーとじゅんちゃんは共演 NG なの？違うわ。裏ではたくさん共演してますから。お店に行ったらじゅんちゃんのポロリ、明日お邪魔します。待ってます。相模原ひばいすぎて友達に紹介できない。なんでやねん。なことねえだろ。うちの列伝があまり当たらないお店はどこですか？いやいや、もうそれはね、違いますよ。気候の平塚店ですね。ありがとうございます。そうですね。タイムシフト予約するとき必ず年齢確認と準じる確認されるよね。何それ。彼女に呼び出されたんで出かけます。行ってらっしゃい。いらっしゃい。気をつけてね。はい。じゅんちゃんごめんね。俺がじゅんちゃんはお客様をゆきちと呼ぶと言ったせいで子供が小さいのでなかなかうちに行けないです。あ、これ違うか、違う違う、あ、うん、った、あ、言ったせいでこんなことになってるね。ごめんなさい。子供が小さいのでなかなかうちに行けない。なるほどね。あ、まあまあ、お子さんはね、小さいうちはね、はい、大きくなったらね、はい、行ってください。出ちゃうガール何人と寝ましたか？寝てません。数えきれないんじゃないですかね。寝てない。これからの時代、喫煙禁煙スペースを分けるべきだと思います。ご検討お願いします。わかりました。それはね、ちょっとぜひね、はい、あの文明にはね、うん、やっていきたいと思います。はい、はい、また見に来ますね。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週もありますので見に来てください。来週もありますよ。はい、明日ポロリ握手会あるんですか？いや、ありません。はい、太いのと硬いのどっちが重要ですか？うわー、硬いのやろ。純ちゃんと検索したら予測変化に AV って出ました。嘘つけ。その携帯壊れてんだよ。2階の空きスペースに台の設置とかないんですか？あ、増設、うん、まあそれはちょっとね、ないですね今のところね。卑猥も大事。純ちゃんのポロリと握手できるんですか？興奮。いやいや、できないから。これ延長ですかね。いやいや、今日当たったんでね、日に終わりますよ。当たりましたよ。出ちゃうガールってなんで出ちゃうんですか？ゲス顔なんなんすかね。何が出ちゃうんですか？なんなんすかね、ちょっと分かんないですね。じゅんちゃん、助走はいつするんですか？あ、助走ね、はい、ちょっとあの今検討中でね、今ちょっと制服がね、サイズがないんですよ。あ、なるほどね。じゅん、はい、ちゃん、ね、の下半身に合うサイズがないと。違うわ、はい、違うわ。延長希望。じゅんちゃんのせがれと握手たまらないですね。いやいや、また見てください。できません。中市居残り。結局またお風呂行く間もなく笑って終わりました。ありがとうございます。まるまる初の定量性ってどんな感じなんですか？たまたま見かけたんですけど。まるまる初の定量性って、いや、多分5000発定量とかお店によってあるじゃないですか。まあ、どんなに出ても連チャンが続いても、その台によってこの台は1万発出たらもう終わりですよ、確変を吐いてても終わりですよっていう台ですね。そうですね。はい。市場に純ちゃんと7枚のパンツ、なんだそれ、子供世界の本が登録されました。そんな本あるんだね。この辺りで本当に終わりでいいですか？いや、いいんじゃないですか、一応当たったんだよね。ジュンちゃんさんは関西の方ですよね。はいはい。イカ焼き知ってますか？関東にはなくて食べたくなる食べ物ってありますか？もうイカ焼きも食べたいですね。阪神百貨店のね、はい、イカ焼きうまいですよ。まあ、どん兵衛ですね。どん兵衛が食いたいです、関西の。あ、関西味のどん兵衛が食べたい。食べたい。じゅんちゃんが助走したらワンチャンありますか？あります。じゅんちゃん大きいもんね。大きいですよ。じゅんちゃんが助走したら北斗のでけばあさんになりそうだね。なんでやん。ありがとうございます。中市帰ってゆっくり寝ろよ。いや、もうちょっと頑張らせてもらいますよ。あ、もうちょっと、はい。
純ちゃんのポロリをシェイクハンドしていいですか、まあ、遊びに来てもらったら何でもいいですか、定量制って格変で終わったら次の人が格変打てるんですか、打てないですね、はい、阪神の地下のスナックパークはなくなったよ、あそうなんだ、あそうなんや、その場で食べれないってことじゃん、いやでもあのね新大阪の駅とかにも売ってあるんでね、え売ってるんですか、売ってますよ、うん、えそれ同じ阪神百貨店の店なんですか、いやではないんですか、ではないかったと思うけど、あでも阪神百貨店の店やったのかな、西日本から東日本に来てどん兵衛食べたけど違いがいまいち分からなかった、いや全然違うよ、出汁が違いますよ、全然違う、うん、関東のどん兵衛と関西のどん兵衛どんなに違うんですか、味薄さなんか濃いですよね、関東のはやっぱ濃いですね、濃い濃い、だってまずあのそのどん兵衛でもねつゆ入れるじゃないですか、はい、こっちのやつって、はい、あの向こう粉なんで、いやこっちも粉ですよどん兵衛、えどん兵衛は粉です、つゆやんな、いやつゆないです、粉です、粉です、粉です、あ粉ですか、うん、そこは粉です、ただ、うん、僕も2つとも食べたことあるんですけど、やっぱ関西の方が美味しいですね、でしょ、うん、味は、うんうんうん、それは分かります、うん、阪神百貨店の下の食堂街はなくなった、あそうなんや、純ちゃんおにぎりせんべいって関東にいないよね、あないな、見たことないな、そういえば、いや、こっちパチンコ屋さんの景品で、あでぐらいやったらありますけどね、普通には売ってない、普通には売ってないですね、あそうなんや、愛知はどん兵衛どっちかな、関西じゃないですかね多分、愛知は、貴重な初見です、純ちゃんという人は男が好きなんだ、いや違いますよ違いますよ、はい、ぶっちゃけ、クックルよりその辺の店のたこ焼きの方がいい味してると思いませんか、クックル、クックル、クックルって大阪のたこ焼きチェーン店あるじゃないですか、知らないですか、いや僕知らないですねそれ、クックルはでも美味しいですよ、ウルトラ当たらず、当たらなすぎ伊勢崎以外全然だな、そうですね、どん兵衛は関西は昆布だし関東はカツオだし、あ、うん、おにぎりせんべいめっちゃ探した、100円ローソンにあったよ、あそうなんや、阪神のイカ焼きだけは地下の別に移動になったなって残った、あそうなん、あるんやじゃあやっぱり、うん、景品におにぎりせんべい置いてください、おにぎりせんべいちょっと検討させてもらいます、はい、はい、じゃあ2時になったんでね、そろそろエンディングいきましょうか、エンディングいきましょうか、はい、あちゃあちゃ、はい、お疲れ様でした、はい、じゃあカメラをちょっと戻しますんでね、いやちょっと今日はね当たらなかったね、今日はちょっといいとこ見せれませんでしたね、ちょっと当たらなかったね、はい、まあでもね一応ね1回は当たりは見せれましたので ね、 そうですね、はい、よかったかなと思いますけど、そうですね、まあ今日はねあの急な本来はね、平塚店の放送だったんですけど ね、 そうですね、急遽相模原店になったんでね、はい、まあ、来週もなんと3週連続の、相模原店からの放送になりますので、ね、そういうことですね、来週も見ていただけたら嬉しいです、はい、純ちゃん銀だこは好きですか、あーでもね、ちょっとでかいですね、あー1個か、あ確かに1個はでかいですね、でもあのカリカリ具合とか、いや僕はあのベチャベチャなんがいいんで、ああしっとり派ですか、うん、中しいもん、いや僕もですね、ベチャベチャ派、はい、ああ僕はあの関東だとあれの方が逆にメジャーなんで、カリカリしてる方が好きですね、あれたこ焼きじゃないもんな、なんかいやたこ焼きです、たこ焼きです、うん、あれは、毎週お願いします、あ毎週見て毎週ね、白い圧力さんや、あそうですね、いつも腰痛で拝見してますが参加すると楽しいですね、あっちゃんのありがとうございます、ありがとうございます、お疲れ様お疲れ様お疲れ様、ありがとうございます、中志ほられ確定、満月ポンって売ってますか満月ポン、満月ポン、満月ポンってこれ大阪のお土産とかであるなんかこうなんかせんべいのふかふかしたみたいな、全然わからない、ああわかんないか、あれは揚げたこだよな、とそうそう、あれは揚げたこっすよ、いやでもあれ美味しいですか、あれたこ焼きじゃねえもん、うん、カールの薄味関東少ないよね、まあ、確かにあんまないかも、ない、うん、純ちゃんしっとり派とか下ネタやめてください、ちょ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 そんなこと言うてないから、おやすみなさい、おやすみなさい、股間に目がいってしまう、見て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 、毎週見たいは相模原も平塚もなんとかならないんですか、はいはい、あ何毎週毎週見たい、あ平塚も相模原 も毎週見たい、
あ、なるほどね。まあ、この辺はね、ちょっとね、まあ、お店の方もありますからね、皆さん忙しいですから ね、 ね、まあ、あのやる気がある店長さんはやってくれる、ね、違う違う、おかしいやろおかしいやろ、やる気がある店長さんはやってくれる、ね、いやいや、おかしい、はい、あずけんが何か考えてるって言ってたよね。あ、言ってましたね。あ、言ってました言ってました。土日やるしかねえな。そうですね、土日もねやっていただいたらいいんですけどね、まあ、入れ替えとかがね、そうそうそう、関東だとちょっとあるんでね、まあ、この日のところがあるんでね、忙しいですね、なかなかね。はい、はい、最後にね、このウルトラマンの告知いきましょうか。はい、はい、ポスター、はい、まあ、昨日、今日からですね、はい、もう寝台ほやほやの、はい、ウルトラマンバトルデレッツェと、はい、イメンパチンコ20台と、はい、1円に2台、はい、入っておりますので、はい、まあ、明日はね、うん、今日はちょっと検索オープンになったんですけども、はい、明日は朝からご遊戯可能なので、そうですね、明日からはもう朝一の9時から、はい、ご遊戯可能となっておりますので、そうですね、ぜひ、ぜひね、ご来店お願いします。うちに来てください。はい、はい、といった間にね、今日は大当たり1回しかね見せれませんでしたが、本当だよ、はい、まあ、来週何打つかは決まってますか。入れ替えます。来週ない。あ、来週入れ替えがない。いや、リベンジですか。来週は、ガロー、ね、あー、ガロー、いいっすね。じゃあ来週は、あの、じゅんちゃんの剣がぶっ刺さるっていう、ね、違うから、もうじゅんちゃんの剣がもうぶさって刺さってね、もうガローってやってくれますからね、はい、いや、はい、ちょっとガロが見たいですね、久々に、ね、あ、ガロ確かに見たいですね、はい、来週はじゃあじゅんちゃんのガロ剣にご注目ということでね、よろしくお願いいたします。なんでや、はい、じゅんちゃん毎日放送行こうと、毎日ね、毎日、そろそろじゅんちゃんのポケモンが元気になる、頃ですか。そうですね、そんなことはない、相模原単体コミ配信しちゃえばいいんじゃないかと。あ、毎日なんそれ、お店なんかより純ちゃんが見たい。ああ、ありがとうございます、土日は忙しくない時にやればいいんじゃないですか、うん、あ、土日はね、まあ、土曜日がね、うん、はい、なるべく、なるべくというか土曜日だったらね、はい、なんとかいけんこともないんかなっていう感じですね、はい、やっぱり純ちゃんもっこり。いやいや、これね、でも新ズボンなんで、はい、新しいズボンなんですよこれ。あ、そうなんですか。はい、はい、新調したんですね。そうです、そうです。おうおうおう、まあ、ユニクロですけど。え、それもユニクロで売ってるんですか。あ、これユニクロ。はい、あ、ユニクロってすごいですね。全部、はい、あ、僕のサイズ売ってますか、大丈夫ですか。売ってる売ってる売ってる、はい、うん、あ、じゃあ僕も今度探して、お揃いのやつ。ユニクロです。全く同じ服着て今度出ます。絶対嫌全く同じ服着て僕出ます。どっちか分かんないみたいな、ね、いやいや、はい、じゅんちゃんのしゃべり、え、煽りしゃべりが唯一の楽しみ。え、じゅんちゃん、あっちゃんしか見てない。ありがとうございます。ガロ、ポスターよりじゅんちゃんのもっこり。ガロ見たい。ガロが妊娠します。じゅんちゃん剣を押し込むんですね。はい、じゅんちゃんのガロ剣いじガロガロ剣いじりだね。おそろ、全く同じ服みたいですね。あっちゃん、おそろは怖い。そうですか。ユニクロからいくらもらってるんですか。いやいやいや、やっぱユニクロはね、安いし、まあ、安くていい、ね、それにやっぱね、もありますか、あの、うん、長く持つし。そうですね、うん、はい、といったところでね、今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います、はいはい、来週の放送も相模原展開になりますので、そうですね、ぜひご視聴いただければと思います、はい、といったところで今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います、はい、皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。